こんばんは。こんばんは。パイコン JP TV の時間です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーソナリティの寺田です。鈴木孝則です。今夜もよろしくお願いします。はい。はい、このパイコン JP TV はですね、一般社団法人パイコン JP アソシエーションの運営のもとですね、毎月、ニュースですとか、Python 関連の内容をお届けする1時間の生放送、生ライブでやってます。はい、大体、月初の金曜日に、金曜日の7時半から大体やるのが定番になってるんですけれども、今夜もそういうことで8月の頭ということで今夜もお付き合い皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今見ていただいている方いらっしゃればですね、ぜひ、YouTube のチャット欄で、いろいろと、コメントいただけると嬉しいなというふうに思っています。なんかこんにちはってこんばんはって書いていただいても構いませんが、もしですねよければなんだっけ今日のお題は、メッセージを募集してる。メッセージを、ね、募集してます。はい、メッセージを募集してますということで、はい、そう最近暑いので皆さんの暑さ対策とか、うん、何かもしある方いれば暑さ対策教えていただけると嬉しいなというふうに思っています。ぜひ、はい、YouTube のコメント欄で何かしら書いていただけると嬉しいです。あ、早尾さんからクラフトビールどこの圧後ろにあるやつ、ね、そう目ざといっすね。目ざといですね。さすがこれ高森さんがね置いたんだと思いますけれども、はい。ちなみに高森さんは何か暑さ対策とかしてますか？暑さ対策ですか？はい、そんなにしてないんですけど、はい、今日来た時に、最初ビールで私だと分かんなかったって言った通り、最近帽子をかぶるようにはいはい、ある時ね、すごいちゃんとしてるじゃないですかっていうことを最近始めました。すごいちゃんとしてた、びっくりしました、はい、ちゃんとしてますね。あと日傘も持ってます、はい、すごいちゃんとしてますね。日傘もあんま使わないですけど日傘持ってます。びっくりしました。私はですね、こう聞いといてなんですが、そんなにいいものがない、いいアイデアがなくて、はいはい、いつも困ってるんですね。なんでそんなに何もしてなくて寝る時エアコンつけるぐらい、暑さ対策ではない、ね、暑さ対策もではないんですよね。逆にそんなに良くないっていうか、体にとって、うん、いやでも無理でしょ。今無理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 、そうしてるんです。無理無理。本当なら避暑地に行きたいとか、あ避暑地いいっすね、行きたいとか思っちゃいますけども、なかなかそうもね行かないので、はい、今自分的にはそんなに何もできてなくて、はい、アイデアがいただけると嬉しいなと思っています。はい、コメントいただいてます、ね、はい、パヨスギさんから、はい、電気代と、熱中症注意難しいですね。まあ、ね、熱中症の治療費の方がもしかかったら大変だから、ね、もう家から出ないっていう。出ないか、そういうことね。なるほどね。家から出ないね。まあ家から出ないのは一つの方法かもしれませんけど。でも私は近年やってるのはなるべく早い段階で汗出せるようなスポーツするとかは。うん、結構心がけるようにはしてますね。6月ぐらいとかに早めにちょっと暑いのを外で体慣らすっていうのはなるべくやりたいなと思ってるんですよね。体が汗をかける夏モードにしておいて、はい、うん、そうすることで外に出て汗かくから、うんうん、なんか熱がこぼらないみたいな。そうそう思ってて、なんかできればそうしたいなと思ってるんですけど、なかなかねそれもそんなに 毎回でうまくいく場合とうまくいかない時あるんで、今年はまあまあでもうまくいってます、うん、外で運動してもそんなに大丈夫な感じなんで、ということで、じゃあ、はい、他に、メッセージですね、メッセージとかあとお知らせですけれども、はい、YouTube の、チャット欄ももちろんなんですが、Twitter ですとかそういうところにもですね、どんどん、X、失礼しました。いやいいんじゃないですか。いいですか。通じるでしょ。大丈夫ですよね。そうですよね。はい、X って言うんでしたっけ、Twitter とか X とか、ソーシャルメディアの方にもですね、ぜひどんどん、この画面切り取っていただいても構いませんので、どんどん出していただけると嬉しいです。こんなのやってるよとか。見てみたらみたいなことを言ってもらえるといいかなと思います、はい、それと、もう一つですね、お便りコーナーというのがあって、お便りも募集しています、フォームからですね、こんな、見てなんか感想ですとかそういうのもいいですし、質問とか、こんなネタをやってほしいとかそれも募集してますので、ぜひホームの方にもですね投稿いただけると嬉しいです。はい、はい、カシュさんからメッセージ来ました。カシュさんから、はい、同じく適度な運動で筋肉量を、はい、保持するように筋肉量ですか。なかなかね、筋肉量を保持するのはなかなか私もそこまでの運動は、うんうん、強度な運動してないんですけど、まあ、やっぱ日中歩くときは日傘を差すようにとか、はい、さん、
確かにね、はい、日中の運動は結構危険ですからね。あ、まあ、外歩くだけでも。歩くだけでも、はい、とか運動で、ね、歩くだけでも。歩くだけでも。確かに。日傘、はい、最近増えてます。増えてますよね。はい。はい、では、ニュースいきましょうか。じゃあ、早速今日ニュースいきたいと思います。私の方の画面に切り替えさせていただきます。はい、一つ目のニュースですね。PyCon APAC 2023、まあ、これ毎回お届けしてるんで皆さんご存知だと思いますが、10月末にやる東京でやる、一大イベントですね。 PyCon JP アソシエーション主催の今年の一番大きなイベントですが、 PyCon APAC 2023、これプロポーザルをずっと募集してましたが、はい、採択結果が出ましたということで、出ました、はい、アクセプトされた、採択された方についてはここに名前 と、トークのタイトルと名前がここに出ていますということで、申し込まれた方が、また皆さんこうチェックするといいんじゃないかなと思います。まあ、結構ツイッターとかでね、はい、選ばれた選ばれたって書いてるの 見ましたね。やっぱそうですね、皆さんがやっぱチェックしてるんだ、はい、まあ、しますよね、はい、それブログが出たらすぐにそういうコメントが結構出てたなというのを私も、うんうん、はい、そう思ってます。あとそれと、もし、これ見てなかったっていう人がいて方で、メールがおそらく届いてると思うんですね、もうすでに、うんうん、採択された方に対して、または採択されなかった人にもメールが届いてるかと思いますので、うんうん、メールの方ぜひ確認をいただければなというふうに思います。そうですね、これ高野さんとして名前があったんですよね。あ、はい、取ってます。おめでとうございます。私はないんですけどなかったです。私も出したんですけどちょっとなかったんですけど、はい、メールも届いてますだよね。あ、はい、で、取ってる人は必ず、うん、出ますって返事しないと、それどこにいけない、メールに返信、多分システムでやるんじゃなかったかな。システムで、ああのプロポーザルのシステム上でアクセプトってしないとダメなので、そうなんですね、お忘れなく皆さん。じゃあここに名前があって安心するじゃなくて、ダメです、ダメです、そのメールを見て、もともと登録したシステムかな。そうです、そうです、CAP 登録したシステムでアクセプトってやらなきゃいけない、はい、私は喋りますと。私のところにはボタンがなかったので、そのまあまあまあないですよね、通ってないんで私は、まあまあまあ、はい、しょうがない、はい、しょうがないですね、しょうがないです。これ深掘りし始めるとまたあれですけど、次いきますかね。はい、これも結構見まして結構面白そうだなと思っています。まあ、多分また直前とかに見ますよ、タイムテーブルで。そうですね、はい、タイムテーブルでその時しっかり、はい、深掘りしたいと思います。はい、続きまして、同じくパイコンエパク2023からのお知らせです。コミュニティポスターセッションの募集を開始しています。コミュニティで何かこういうのをお伝えしたいみたいなポスター、掲示するポスターを作って貼るコーナーができるんだと思うんですけれども、ここでコミュニティを運営してたりとか、コミュニティでいろいろ、特にまあ Python 関係だと思うんですけど、なんかこういう、どっかの地方だとか、あとは地方じゃなくても、こういうコミュニティやってるみたいな人がいれば、コミュニティポスターを募集してますので、ぜひ、応募いただければいいかなというふうに思います。はい、じゃあ続きましていいですかね。はい、続きまして、同じくまたパイコンエパク2023からですが、遠方支援制度、遠方参加者への支援制度についてというお知らせが出ています。遠方参加者に対して交通費や宿泊費の全額または一部を一般社団法人パイコン GP アソシエーションが負担する制度ということになっています。ぜひですね、これは応募いただきたいなと思ってます。遠慮せずにですね、やっぱりこの遠くの人はですね、はい、まあ、東京でしか今できていない現状、我々もいろいろ思いはあるんですが、東京でしか今できていないので、東京に来るためにはそれなりの交通費、または宿泊費も最近上がっているので、まあ、そういうので、ちょっと負担だなと思っている人はぜひこれを応募していただければというふうに思っています。まあ、上限額とかちょっと決まっちゃってるんですけれども、これで 100% 賄えるかどうかっていうのは別としても、支援を受けることによって参加する人が増えるというのは非常に嬉しいことなので、ぜひ、応募していただければなと思っています。はい、これ早めなのかな、8月31日より順次ということで、申し込みの締め切りが8月25日なんですね。結構早いですね。8月25日締め切りなので、先にこれちょっと申し込まなきゃいけないですね。チケット買ってるとか買ってないとかそういうの関係なく、もうすぐに申し込むっていう感じだと思うんで、ぜひどんどんですね申し込んでください。知り合いの方がいてちょっと行きたいなと思ってるんだよなっていう方がいれば、このフォームでからどんどん申し込みをしていただければというふうに思います。学生さんだけ国内は、いや、そんなことないです。そんなことはない、そんなことないです。そんなことないね。はい、はい、例えばの例ですね、提案例として学生で地方から参加しますとか、そういうことで、ね、トークとかやりますとか、コミュニティやってますとか、何かこういうのありますっていうことを言っていただければいいのかなと思います。ぜひご活用ください。続きまして、国内のイベントですが、ジャンゴコングレス JP2023 ですね。こちらもですね、毎回この番組で取り上げているイベントですが、これも10月の、中旬に開催される、東京で開催されるイベントですけれども、今回のお知らせは
いや、プロポーザル募集中はまだそのまま前回と一緒です。まま、8月21日締め切りなんで、はい、まだ間に合う。まだ間に合いますね。10月の7日に開催ということで、東京の中央区サイボーズさんで開催されるというイベントなので、トークですね、募集中ということなので、ぜひ応募いただければというふうに思います。じゃあおネタで何か。じゃネタで、はい。はい。続きまして、国内のイベントの、オープンデベロッパーカンファレンス、ODC と言われているカンファレンスが、これは都内、お台場であるんですかね、東京で8月26日土曜日に開催されます。まあ、これ、我々も支援していたりとか、私たちのトークがあったり、まあ、PyCon JP の代表としてパイコンエパクの話とかパイコンのパイソンの話とかそういう話をする予定があるというふうに聞いていますので、もしお近くの方とかは参加いただければいいんじゃないかなというふうに思っています。これ発表だけじゃなくて展示もやるらしいですよ。多少パイコンうちらがはまだちょっと人がいないんで、はい、まだ決まってないですけど、まあ、のコミュニティ展示とかも一緒にあるらしいです。展示もここにあるんですね。発表もあるし展示もあるって感じでやるみたいですよ。戻ってきた感じですかね、はい、ODC も戻ってきた、まあ、以前にも戻ってきた感じかなと思います。はい、で続きまして、Python ブートキャンプの関連2個ですね、Python ブートキャンプ in 愛知リセカンドということで、一度ちょっと中止になってしまった、延期になってしまったイベントが明日開催です。明日開催です。まだ間に合いますかな。あ、募集期限締め切りましたになってるね。あれ、ダメだな。残念。残念だね。はい。私が講師で明日は名古屋に行ってですね、愛知県名古屋市に行って、講師をしてきます。はい。愛知逃しちゃったって人はですね、ぜひ富山ですね。お。富山が。こちらはですね、9月の16日土曜日に開催です。まだですね、申し込めますので、ぜひ、近くの方、またちょっと遠くても、まあ富山なら行ってみようっていう人もいるかもしれない。旅行がてら行ってみてもいいかもね。そうですね、富山はいいところですよ。私も大好きな都市なんですけれども、食事が美味しい、とにかく富山大好きって感じなんですけどここは高則さんが、はい、講師をやるという予定になってます。9月16日ですので、ぜひですね、近隣の方またはちょっと離れてる方でも興味のある方は参加いただければいいかなというふうに思います。ブートキャンプも復活してきまして、いろいろとですね、できてますので、ぜひ、参加いただければいいというふうに思っています。はい、続きまして海外の、イベント関係のお話です。パイコンインディア2023ということで、こちらも CFP、コールフォープロポーザル募集中ということです。これイベントはいつなんだろう。イベントはこれで9月の29日から10月の2日、はいはい、でまだ CFP はやっているっていうことで、ね、明日までおっと明日までだそうです。お急ぎで、ちょっと場所とか私もちょっと把握しておりませんけれども、インドの、14回目なんですかね、ここに書いてありますが14回目の歴史ありますね、はい、歴史あるカンファレンスということで、インドはね、その行ったことないんですけれども、これ出してないよね、高野さんもね。出してないです。ちょっとさすがに出してない、ね、出してないです。そこまで出してないですね。はい、では、まだまだ海外の、イベントのあれは、告知があるので次のイベントに行きます。続きまして、タイランドですね、パイコンタイランドで、これは11月の15日から16日ということで、年末ですね。12月ですね。12月の15日から16日の年末のギリギリの真ん中ぐらい、12月の真ん中ぐらいにやるということで、はい、タイランドも復活してやると。で、プロポーザル募集中です。はい、プロポーザル募集中ですよね。はい。はい、私もちょっとこれを狙ってるんですけど、8月16日までなんで、そろそろ出さないと。あら、やばい、まだちょっとネタが決まってないんで、はい、お尻に火がついてますね。お尻に火がついてますね。はい、ルーカスさんがいらっしゃるということもあって、うん、ちょっと、うん、期待してるというかですね、楽しい、行ってみたいなってちょっと思ったりしてはいます。はい、はい、もう一つですね、パイコン ID なのでインドネシアですね。インドネシア、パイコン、はい、インドネシアです。こちらが11月の、18日から19日ということで、インドネシアでの開催。前回ね、この番組でお届けした時には、ティザーページというか1枚の手書きの文字しかなかった、はい、アンダーコンストラクション、はい、がなかったんですが、ウェブサイトも出来上がっていて、ちゃんと出来てた。おそらくこれはまだ、CFP 募集中なのかな。あ、募集中です。9月15日までってなってます。はい、ということで、はい、インドネシアもね、もう最近毎年やっててちょっと盛り上がり始めてきたっていう感じもするので、はい、めったに行くチャンスもないと思うんで、このバンドっていいとこらしいですよ。あ、なんかちょっとリゾートっぽい感じだ、リゾートいいとこっぽいらしいですよ。そうなんですね。はい、
ということで、今月もいろいろお知らせニュースをお届けいたしました。ニュースなんかこういうのを取り上げてほしいという方とはですね、方がいらっしゃればですね、お便りコーナーの方に入れていただければいいと思いますし、先ほど駆け足でお伝えしたので、もうちょっとここの話、詳しく教えてっていう方がいらっしゃれば、後半で、改めて説明をさせていただきたいと思いますので、YouTube のチャット欄とかに書いていただいたりしていただければいいかなというふうに思います、はいはい、ということでニュースコーナー終わりましたので、今日のメイントークいきましょうか。はい、はい、ニュースでちょっと流れてますけど、はいはい、コメントで途中であの、はいはい、メメさんって言いますかね、はい、あの出先でイヤホンの音で聞いてもらってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ今日のメイントークは高野さんの方に、準備をいただいてます。高野さん、じゃあ画面も切り替えちゃっていいですか。あ、そうですね、まあ、今日はその Python 3.12 の、はい、新機能を触ってみようということでやってきます、はい、ちょっとやれるとこまでやってきますというとこで Python 3.12 ですね。まだ、正式リリースはされていないバージョンの、はいはい、先取りっていうんですかね、はい、先取りをしていこうかということで画面の方を切り替えました、はい、右上でいいかな、はいはい、で、まあ、Python 3.12 にまだ今リリース前って話ありましたけど、でリリーススケジュールここに載ってるんですけど、うん、こんな感じで今ベータ4が出ていて、うん、この予定で言うと、うん、まあリリースキャンディデート、リリース候補1位が出て欲しかったんだけど、まだ出てない、出てないっていう、ね、はい、まあ惜しいって感じ、ちょっと今きっとリリースあの、うん、頑張っていらっしゃるんでしょう、うん、って感じですと、はい、で、まあ、これはまあなんでこんな感じでベータ4、うん、リリースされてますって言って、ベータ4使いたい人もしいたら、うん、まあ、Python のサイトに行ってもらって、ここ、うん、どこだ、どっから行けんだっけな、こっから行って、うん、そしたらここに来ちゃうのか、でこいつをクリック、はいはいはい、でやると、はい、ダウンロードできるんで、ほうほうほう、ここからダウンロードして、インストラはあるんですね。あ、インストラ普通にあります。普通にインストラ Windows とか Mac とかの普通に、はい、普通にあるんで、ダウンロードしてインストールすると 3.12.0 ベータ4が手に入りますので、皆さんの手元でお試しください。じゃあ高野さんも今日はこれを使って、そうですね、やっていきます、やっていくって感じですね。やっていきます、やっていきます。ベータと、リリース候補、RC の違いっていうと何でしたっけ。まあ、リリース候補はどっちかっていうと問題なければもうそのままリリースするよ、はい、するよっていう、ベータはまだちょっとバグがある可能性が結構高いよっていう、ね、はい、そんな感じだと思ってます。一応機能フィックスっていう意味ではもうベータの、ベータの段階で機能がフィックスし、アルファの時はまだあの新しい機能これも入れたいとかってやれるんですけど、ベータになったらもう機能は追加されないはず、うんうんうん、ですよね。基本的にはね、まあ、改善だとか、そういうことはやっていったりバグ取ったりとかそういうことをしていくっていう段階ってことですね。ですね。で、はい、まあここに書いてるんですけど、あの、うん、ライブラリとか作ってる人はやっぱベータ入れてあの動くかどうかとか、はい、試してほしいっていうことを書いてましたね。まあ、そうですよね。まあそれはそうだみたいな、ね、まあライブラリあのパッケージ、PyPI で配ってるパッケージとかで、ベータ版で、まあ、全く動かなくなった対策にそれなりに時間かかるってなると、うん、ちょっと困っちゃったり、ね、今のうちに試してほしいっていう感じのが 3.12 のベータですと、うんうんうん、で今日はその新機能を試すっていうことで、うん、この docs.pyorg に行くと、うん、まあ、皆さんご存知の、うん、こうまあドキュメントがあるんですが、ここで 3.120b4 を選ぶと 3.12 のドキュメントが見れますと、はい、でここに行って What's new、うんうん、in Python 3.12 ってやると、この 3.12 の新機能っていうのについて全部書いてますんで、ここ読めばわかるその通りなんですけど、あの見たことある人がいるとは思うけど、ものすごい量なんですよ、まあね、この、まあ、全部わかる必要ないですからね。What's new、これもちろんなかなかね、やっと翻訳間に合ってなかったりいろいろあるし、翻訳はまだこれからですけど、それだけじゃなくて、はいはい、初めて出てくる横とかも当然あるじゃないですか。あ、What's new、ね、なるほど、なんで確かに確かに読むのがね、それなりにこれは何に関連するんだろうっていうのはなかなか理解しにくいっていうのがあって、はい、私もちょこちょこ見るんですけど、ちょっといつもちょっと、うん、はい、分かんないなって思っちゃったりします、はい、でこいつをまあ、はい、時間までちょっとやっていこうかなと思います、はい、今日はドキュメント見ながらと動かしながら、あと実際に少し動かしてみたりとかも含めてやってみようかなっていう感じですね。ここにこうターミナルも用意してあるんで、素晴らしい、はい、動かしながらやっていきますよと、はい、じゃあいきますね、はい、
まあ、まずリリースハイライトっていうことで、はいはいはい、まあ後で詳細ありますけど、うん、こう F ストリングがなんかいい感じになったよとか、うんうんうん、ジルがなんかインタープリターごとになったよとか、うんうん、あとは型ヒントですね、ニュータイピングフィーチャーズ、型ヒント系の新しい機能が4つぐらいできましたよとか、うんうん、あとはこの大きい削除したものとしては WSTR がユニコードから削除されましたよとか、うん、ディストユーティリズパッケージが削除されましたよみたいなことが書いてあります。ここがまずリリースハイライトですね、はい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 、ここまで何かありますか。まあ、細かいところはちょっと分かんないですけど、やっぱ興味としてやっぱジル関係って今まで私使っていると、マルチスレッドとかで動かした時にとかっていう問題が結構多かったなと思ってたので、はい、どのぐらい改善されたのかなっていうのはちょっと興味、技術的な興味がありますね。ジルグローバルインタープリターロックっていうのがあって、うん、こうマルチコアのところで Python をこう並列かな、マルチコアじゃないですね、あのワンコアでの話だと思うんですけど、スレッティングした時に、メモリー上の参照位置が被るので、そこでロックされちゃうっていう問題だと思うんですけど、はい、それはちょっと興味ありますが、なんか読んだりしても多分なかなか私の知識だと結構難しいんだろうなっていつも思ってます。この説明を聞いてもなかなか難しいところかなと思うんですけど、興味あります。はい、他にはやっぱタイピングね、このとこ毎回このリリースされるためにタイピングの話が、うん、新しい機能があって、うん、もう終わったんじゃないかなって思ってたんですよ。分かる、もうやることないでしょみたいな、十分かなって思ってたんですけど、やっぱりまだまだいろいろあるんですね。なんかいろいろ考えるよなって、うん、まあ、全然追いつけないですよね。使いこなせない、いろんなのあって、使いこなせなくなりつつありますね、うん、もう十分かななんてちょっと思ったりしてたところに、そうそうそう、またこの新しいのがいくつか来るっていうのは、まあ、便利になるんでしょうけど、まあ、自分がいつ使うんだろうっていう感じはしてます。あと最後のリムーブもちょっと気になりますが、ちょっと私は普段使ってなさそうなんで、そんなに大丈夫かなっていう感じがしました、今回のは、はい、はい、じゃあいきます。じゃあ1個目、でインプルーブドエラーメッセージということで、エラーメッセージの改善、これ、はい、あの 3.10 あたりから始まったのかな、3.10 からですかね、はい、ベタエラーメッセージズっていうのができて、もしかしてこういうことじゃねみたいなのとかで、こうなんかエラーメッセージが前より優しくなって、こう使いやすくなってるっていうので、それが 3.11 でも継続してるし、で 3.12 でもさらに新しいのができましたっていうのが書いてますと。でどういうのがまずできたかっていうと、トップレベル のライブラリーモジュールをインポートしてなかったら、これインポートしてなくないですかって言ってくれるようになります。今まで言ってくれなかったですね、確かにね。そうそうそう。でこれ Python 3.12、 Python 3.12、 これ立ち上げるじゃないですか、はい、例えば、はい、デートタイムナウってやるじゃないですか、はい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 、はい、そしたら、はい、こうやって、ね、ほら Did you forget to import date time って言ってくれる、はい、優しい優しいね。あ、 3.11 もあるんですね。 3.11 こっちで立ち上げて、はいはいはい、デートタイム、はい、直するじゃないですか、はい、ネームエラー、ネームエラーで同じですよ、ね、Is not found、 そうですね、 Is not defined、 Is not defined、 せやな、そうですね、はい、Define してません、 Date time ってものを、ね、親切だな、確かに、はい、これはこんな感じ、確かに、はいはい、あとはこれは、はい、クラスでこう書いてるんですけど、うん、この something イコールブレッシュって書いてある、うんうん、これないから怒られるじゃないですか、ね、ネームエラー、ね、その時にセルフつけたら、ある時だと、これセルフ付け忘れてないって言ってくれる。丁寧だな、めっちゃ丁寧でしょ。これでも本当このエラーメッセージを見つけるの結構苦労すると思うんですよ。エラー実装してエラーメッセージ出しなさいって、うまくペーストできなかった、あ、そうですね、ちょっとね、そのままだとちょっと厳しいかもしれない、言ってくれる。いや、これも確かにっていう感じですね。親切、はい、そうですね、はい、これも結構簡単ね、あのインポートとフロムの順番間違えた時に逆じゃねって言ってくれる。インポートデートタイム、はいはいはい、フロムデートタイム、はいはい、ってやると逆じゃん、はい、うん、まあそうですよね、シンタックスエラーですけどね、単純なるシンタックスエラー、フロムがそこにあるんです。でも Did you mean、 君が言いたいのはこうじゃない、はいはい、あ、でも前の時もあれだね、フロムのところに、あ、でもシンタックスエラーのフロムが、あ、ここ多分ここで順番で気づくからですよね、うんうん、ですね、はい、はい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 、素晴らしいな、これ優しい、優しいですね。最近ね、あの TS とか JavaScript やってるとインポートから先にどうしても書いちゃうんで、なんかその話してましたね。インポートって書いちゃうことがあるので、はい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 、どっちやってるんだっけって覚えなきゃいけないんで、って言ってくれました、はいはい、でこれはあとインポートする時の名前が違ったら、これも似てるからって言って言ってくれるようになりました。 From date time import、 例えば今タイムになっちゃってるん、
デートタイムがその後のタイムになってね。あ、ごめんなさい、インポート、何にしようかな、デート、データにするか、こんな感じ、はいはい、デートじゃね、デートじゃないってね、はいはいはい、こんな感じ、キャンドとインポートネームは一緒で、ディデューミンが増えたと、はい、優しい、優しいですね。この辺の結構細かいですけれどもね、はい、結構実装大変なところを丁寧にやっていただいている感じがして嬉しいですね。早尾さんがね、あの、はい、バーサスエラーメッセージを読まない人類、わかります。読んでください。そうですね、もうこんな優しく書いてくれてるんで、リビューミー言ってくれてるんで、本当読んでいただきたい。英語なのでね、少しちょっと抵抗感ある人もいるかなと思うんですけど、やっぱ特に最後の行を読んで、その、ね、この特に、なんていうんですか、マークがついてるあたりっていうのが今は結構正確にマークつけてくれるようになって、あ、そうそう、ここもだいぶ指してくれるのもいい感じなんでね、3.11ぐらいからその辺がすごく良くなってるから、ぜひ読んでください、はいはい、最後の行を読んで、はい、そこから、類推するという感じだと思います。はい、っていう感じ。次、次いっちゃっていいですかね。いいですね、はい、次新機能、はい、PEP701 Syntactic Formalization of F-Strings っていうのができました。名前だけはちょっとなんか PyCon US でチラッと聞いて気になったんですけど、調べたことがなくて、はいはい、これ何だったんですかね。これ、この上の方に書いてるんですけど、はい、F-String の中って、まあ、式が書けますと、うん、そうですね、あの中学校何括弧書いたら、何括弧の中に式が書けます、はいはいはい、ただしそこに書けるのは厳密に言うと、はい、Python の式と一緒じゃなくて、うん、限定されたものなんですよ。使えない機能がありますと。はいはい、で、はい、それを今回は改善して、はい、あの本当に同じように動くようになりましたよっていうこと。そうなんだ、はい、で、うん、例えば何ができなかったかっていうと、うん、クォーテーションの入れ子ってできなかった。クォーテーションの入れ子、はい、つまり、今までクォーテーションの中にクォーテーション入れたかったら、こう書かざるを得なかったんですね。トリプルクォートの中にトリプルシングルクォートがあって、これは書けますと。あ、これは 3.11 でも書けるんですよ。はいはい、書けますね。でもよくあるのがやっぱこの中であの辞書とか呼ぶ時とかにダブルクォート使いたいじゃないですか。で、使えないからシングルクォートで書いて、あ、でもな、ブラックで全部ダブルクォートなのにここの中だけシングルクォートだなとか思ってませんでした。とか、あとはまあそれどうしてもね、使いたい時ありますよね。でもそれじゃあ外に一回変数で出しておくみたいな。じゃなくて今回はダブルコートの中にあったらちゃんとこの全体が式として解釈されるからこれ動くんです。何をやってるんだこれは。これつまりこう外側に行くわけですね。これの解釈したやつの、これの解釈したやつのってこういうふうに動くから、そういうことか。解釈したやつ、そうえ、ダブルコーテーションの入れ子ができるんですか。できます。これできます。ああ、そうかそうか、それが、中学校の中に、波括弧、波括弧の中に入ってるから、波括弧の中に入ってるから大丈夫なんです。許されると。波括弧の中は、Python のシンタックス、別のシンタックスになって、これはダメですよっていうことですね。それはこれはダメじゃないですか。あ、1個足んないけど、まあ、いや1個足りても2個あったところでですよ。そうですね、確かにね。これは2つの事実になっちゃうから、2つの事実になるだけだね、それはね。そうかで続けなければ、まああれ、あ、でもなんか、そうか、はい、確かにそうか、うん、はい、っていう、そういうことね、できるようになりました。自由に書けますみたいな。それが今回の機能改善なんですね。で、他にできることとして、はい、複数行書けるようになりましたと。やめてくれ。この中に複数行はやめた方がいい。まあ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 、書けるようになりました。解釈としてはだから、はい、普通に Python の式を解釈してる時と同じ動きになったから、はい、改行もできるし、はい、コメントも書ける。分かる。コメントはちゃんとコメントと同じで処理される。分かるけどやめてほしいな、これだけは。っていうのもできちゃうってことですね。できる。逆にね。まあ、あとバックスラッシュもなんか使えなかったらしくって。でこのバックスラッシュも書けるようになってるし、バックスラッシュ N のこのユニコードキャラクター書くのもできるようになりました。前はできなかったそうです。確かにできなかったかもね。っていう、はいはいはい、まあだから F、まあうちらはね、どちらかというと変数ポンって入れるぐらいしか使わないからあんま気にしなかったけど、まあ、そういうのをなんかあんま気にしなくてもそのまんま、はい、ね、その中でやりすぎるのはやっぱちょっとなんか、ああ、当然読みやすいコードかどうかはまた別な話だと思うんですけど、はい、ダブルコート入れ子っつうか、あのやっぱ辞書用、中で辞書の値取り出すときにダブルコート書けないの嫌だったんで、それはめっちゃ嬉しい。確かにそれはそうですね。めっちゃ嬉しいって思いました。確かに確かにそれはそうですね、はい、うん、
あのシンタクスハイライティングが、はい、あーってなりそうですけどね。あ、まあ確かにね、シンタクスハイライティングどっちどっちこれどっちみたいな、F があってとかそういう、確かにシンタクスハイライト間違えそうだし、はい、はい、いやでもすごい便利そう、はい、であと、うん、これの副作用としてって書いてるんですけど、うん、ここのサイドエフェクトオブっていうところで、うんうん、あのエラーが出た時に、うん、なんだそこのメッセージを取り出せるように、うんなったみたいな、これあの XYZY、うん、って書いてるやつって、うんうん、これ書けないっすよね。XZY だってこれ変数が3つ並んじゃってるから、はいはい、こんな書き方できないじゃないですか。できないですね、はい、で、はい、これがちゃんとこの XZY がおかしいよって、うん、カンマ忘れてるって言えるようになった、中の解釈をちゃんとしてる。そういうこと？で今までだとあ、うんちょっと違う。あ、でも同じだな。ホフス UFO、あれ何が違うんだろう。なんかちゃんとできるようになったよみたいなこと書いてるんだけどな。あれ？これなんかでも書いてるのと結果が出てるの違うな。なんかこっちになるっぽいんですよね。まだこれ入ってないのかも実装が。もう取り出す？ここがだよっていうふうに取り出して出せるようになる。ただし、はい、あの。なんか波括弧じゃなくってこういうタプルになっちゃうんだけどみたいなこと書いてますね。はいはい、あでもこれまだ入ってないのかな。そうですね、うん、なんかね、うん、ちゃんとそれはなってないけど、でもサイドエフェクトと書いてあるけれども、そういうふうになるっていうことを書いてました、はいはい、まだできてないみたいな、うん、逆にサイドエフェクトなくしたんじゃないの。サイドエフェクトいやでも 3.11 と 3.11 両方こう、あ逆か、逆なんだね。サイドエフェクトがあったからそれをやめる、だって元々のやつのが分かりやすいですよね、うん、実際。そっか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 、うん、3.12 のにしてもうそのこれ逆じゃない、これ 3.11 です。逆じゃないのか、タップルになってたやつをちゃんとその位置に出ちゃんとしたんだ。ちゃんとした、ちゃんとした位置に出るっていうことだね。そっかそっか、うん、そういうこと。ちゃんとした位置に、もともとは取り出しちゃってたやつしか出なかったのが、なるほどなるほど、分かりやすい、そうかそうか、はい、正しくなった、正しくなりましたね。失礼しました、はい、そうですね、うん、OK、はいはい、っていう感じで、うん、F ストリングが便利になりました、はい、F ストリングは、ね、もちろん使いますからね、普段からね、はいはい、ということで、みんなどんどんダブルコートを使いましょう。はい、確かにね、はい、はい、次いっちゃいますか。そうですね、いきましょう、はい、コンプリヘンションインライニングっていうことで、これは、はい、辞書リストセット内包表記っていうやつなんですけど、うん、これってなんか私もちゃんと理解できてないんですけど、うん、あの内部的には関数が作られ、はい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 、でその関数を実行した結果みたいに動いてましたと、うん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 、で、そうではそれをやめてインライン化したって言って、うん、あのちょっとインライン化をちゃんと説明できないんですけど、うんうんうん、でそうすることによって、うん、まず最大で2倍速くなってますということが書いてますと、このコンプリヘンションの実行時に最大で2倍ぐらい速くなってると、はい、で、うん、まあこれって多分、うん、確かにこの PEP の方を読むと、うん、あのバイトコードだとこうなってて、ここが効率化されててみたいな話とか書いてるんですけど、ってなってますと、はいはい、で、うん、ただしちょっとこの下の方でいくつかその振る舞いの変更があるんで、うんまあ、気をつけてくださいと、うん、でただ、関数からインライン化されたんだけど、うん、あのスコープはおかしくならないようになってるんで、うん、例えば何、うんと内包容器の中で X っていう変数を使って、うん、その外でも X って使った時に上書きはされない、うん、とかは前と変わんない、3点台からされなくなったんだっけ、それって確か2点台の時は Python2 の頃は外に出てた、外に漏れてたんだけど、あそう、それは漏れなく、確か漏れないくなったんだっけ、うん、ちょっと教えちゃったな、うん、なんか昔は漏れてた、うんうん、でその漏れないのはインライン化されてるけど、はい、ちゃんと維持してますよ、うん、あはいはいはい、それはそうしてくれないと困るよね。そうしてくれないと困るなんで、うん、ちゃんとなんか、うん、何らかのそういう前、うん、後処理的なこととかはしてるみたいですと、うんうん、ただなんかこのローカルスカッコカッコを中で呼ぶとなんたらかんたらみたいななんか変な動きはするけど、まあこんなこと普通しないよねみたいな感じのまあまあ、まあ、こととかはなんか書いてるんで、詳しくはちょっと見てくださいって感じですね。まあ、でもそんな影響なさそうですね。そうですね、あの我々の実装にはちょっと早くなったのはすごく嬉しいですけど、うん、であとはテストコードとかでチェックしてくださいって感じですね、はい、きっと、うんうんうん、って思ってます。ただ、まあ、そんなに困ることはなさそうな変更ですね。はい、はい、おい、若新さんも F ストリング乱用するとカイオスになりそうなんで、はいはい、まあ見やすいコードを書くはさっきのその通りだなって思います。そうですね、はい、はい、ダブルコード使いすぎてもそれはそれでみたいな、まあそうですね、はい、はい、
じゃあ次行きます。行きましょう。ペップロカジュアチェ Making the Buffer Protocol Accessible in Python ということで、これはほとんど説明できないんですけど、はい、バッファープロトコルっていうのがありまして、はい、でそいつに今までは C からしかアクセスできなかったんだけど、うん、そこにアクセスする、Python からアクセスできるようになりましたということだそうです。はい、ちょっと使ってる人はもし解説できる人がいたら、はい、解説してほしいですけど、このコレクションズ abc.buffer とか、はい、このインスペクト .buffer フラグスとかこういうのが増えまして、うん、なんかアクセスできるようになりましたみたいなことらしいです。はいはい、次行きましょう。はい、これちょっと、はい、次、はい、さっき言ってたやつですね。はい、ペップロカジュアはアーパーインタープリターギル、うん、ジル、うん、ジルで、はい、うん、これまあサブインタープリターが作られたら、うん、それごとに一つ一つ個別のジルができるよっていうことで、そうなったら、まあ、うん、マルチプル CPU コアだから、マルチプル複数 CPU コアがあるときに、はい、まあ Python がめっちゃ早く動く、いい感じで動くと思うよっていうやつなんですが、はい、ただしこれを生かすためには、うん、この PyNew Interpreter from Config っていうので設定をしてあげないといけなくて、 C から、はいはいはい、だからこれは基本的に使えないです。はい、普通に Python 書いてるうちは使えないってことですね。そうですね、ここを制御する口がないので、はい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 、切り替えられない、切り替えられないですね。はい、でなんで入ったんでしょうね。まあ、だからテストして動かしてきましょうってことだと私は理解してます。あとまあでもライブラリー側からこれはいじれるのかな、ライブラリー側からもいじれないのかな。いや、いじるためにはだから C を書かないといけないから、はい、Pure Python だと無理だと思う。あ、もちろん Pure Python では無理だと思う、はい、っていうことだと思います。これはでも新しい機能だから、あと既存のライブラリーには影響しなそうですね、なんか雰囲気ですけど、分かんないですけど、例えば既存のライブラリーでこのジルを変えるってなると、うん、まあ、C で書いてる拡張ライブラリー、PyPI に当てる拡張ライブラリーとかが結構影響を受けるかななんて私はちょっと思ってたんですね。はい、この、はい、これもちらっとこのタイトルだけは PyConUS で見て、はい、何かが変わるっぽいなみたいな感じで思ってて、はいはい、そうなると結構ライブラリーがすごい C 対応のライブラリーが大変なんじゃないかなと思ってたんですけど、うんうん、今回のこれだけだとそこまでなんかこれだけ入れて、はい、まずみんなで試していこうぜっていうフェーズなのかなって思っています。私は理解としては、まあ、そういう感じっぽいですよね。で 3.13 になったら、うん、Python API を用意するっていうことに PEP554 で書いてるらしいっていうことだそうです。はい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 、まあ、順番の一つ手前っていう感じですかね。うん、まあ、こういうの結構大きいから大変ですもんね。いや大変だと思いますよ、一気に変えちゃってね、うん、ライブラリーの対応も大変だったりいろんなことがあって、っていうのはそれを防ぐためのことですかね。はい、はい、っていうことです、はい、じゃあ次型ヒント、はい、型ヒント型ヒント、ね、はい、いきます。1個目、はい、Using type dict for more preciouskeyワードアグスタイピングということで、うん、はい、任意キーワード必須の、はい、うん、この KW アグスとかの型を指定するときに、うん、このタイプドディクトを作り、それをアンパックした形で指定できる。そうすると何ができるかっていうと、うん、このKW アグスは文字列の値を取るネームってやつとイントの値を取るイヤーだけだよっていう風にできる。うん、本当のじゃあアスターキーワードアグスじゃないっていうこと、何でもいい受けるんだけど、はい、型としてはチェックできるようになる。お、そういうことか。はい、型チェックができるようになる。でも何でも受け取るんだよね。まあまあ、わかるわかる、不思議な感じがした。書けよって思うよね、引数普通に書けよって思いますよね。そう、これ書くのは引数普通にキーワード専用引数とかで書けばいい気がしちゃったけど、できるようになりました。はい、そうなんだ、便利なのかな、はい、ちょっと分かりません、まだちょっと使いどころ分かんないですが、まあ、はい、楽になるかな、いやちょっと分かんないです俺も。うん、はい、まあ詳しくは多分このペップロック級に見るとそのモチベーションとか書いてるから、はい、そういうのを読むといいと思うんですよね。うんうん、気になる人は、はい、こういうのがあるからこういうのであるべきなんだとかって議論は絶対されてるはずなんで、まあそうですね、はい、うん、確かに、はい、はい、まあ、表面的にここだけ見てるとちょっと分かんないかなっていう感じですね。なんかフレームワークとか作る人だと嬉しいのかなとか
なきもない、なくもないのかなとかちょっと思ったり。次いきますか、はい、オーバーライドデコレーターフォースタティックタイピング、これ分かりやすくて、はい、タイピングにオーバーライドっていう名前の、デコレーターができましたと、うん、でインポートするとこのメソッドにアットオーバーライドって書けるんですね、はい、でアットオーバーライド書いてるのにオーバーライドしてなかったら怒られます、型ヒントで。オーバーライドなのにオーバーライドしてないってことはベースにないってことか。そうそうそう。なんでこうやってゲットカラーで綴り間違ってるじゃないですか、ここで。ベースクラスゲットカラーに対してカラーの綴り間違ってるから、これ拡張してない、これ継承してないじゃないですか。継承してない。オーバーライドしてない。はい、オーバーライドしてないよって言われるっていう。オーバーライドミスですね、これはね。そうそうそう。オーバーライドしてるつもりでしてない。してない。なんかこれちょっと使いどころあるんですね。これは使いどころ、まあこんなにめっちゃ継承するの自分で本当に作るかって話あるけど、継承した時に、まあ、ミスらないっていうのはいいなと思う。だからゲットカラーが生きてるわけですね、この場合は、ブルーで。だし、あと、例えば、よくあるフレームワークを使って継承して作る時に、これをちゃんと書いておけば、そっかそっかそっか、継承する側で書くのか、継承する側で書いておけば、確かに例えばなんかビューの、ジャンゴのビューとか、はいはい、まあ、誰かで継承して書くこと多いじゃないですか、はいはいはい、でその時に間違っちゃってとかなんかっていうのがタイプヒントで、このヒンティングで分かるのは、うん、結構楽かもしれない。確かに、うん、これは確かに使う、入れようねって言いたくなりますね、はいはい、そうしたら安全になるよねって、はい、そうですね、間違いにくい、より安全になるっていうやつです、うん、まあ、ID とかの支援がちゃんとしてくれば、うんうん、ID の段階でもう怒られるわけじゃないですか。確かに。だから別にマイパイとか何か別にチェックツール回す前にもうそれ書いとくだけで、1行書いとくだけで、はい、間違えてますって確かに、うん、出るのはすごい便利だなって思いました。違いますよね、たまにね、ちょっとしたミスとか、こういうスペルミスとかもあるし、うんうん、勘違いとかであると思う、それは、うん、結構あるんで、あれなんで呼ばれないんだろう、あれなんで呼ばれないんだろうってなりますよね。なんでここ動かないの、ずっとこれブルーブルーって言われてさ、おかしいっつって、PDB とか、まあ、ブレークポイント入れたりとか何かしたりとかして、どうしてもここ通そうとするのに通らないってなりそう、うん、確かにそれができるの、はい、でも12からね、これはね、この機能は3.12使ってください。戻らないのかな、新しいタイピングだとね、結構この機能、ないんじゃないかな、これはないから、ないんじゃないかな、はい、やめましょう、はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、タイプペプ695タイプパラメータシンタックスっていうことで、はい、これは、うん、ちょっと私もちゃんと理解できてないんですけど、まあ今までも、うん、なんかジェネリッククラスとかジェネリック関数って書けたんだけど、はい、この T ってやつ使ってもっとなんか分かりやすく明示的に書けるようになったよっていうことらしいです。うん、ちょっとこのコード見ただけじゃ私はちょっと MAX はまあいろんなの受け取って、はいはい、イテラブルの、うん、でも同じ型のやつ受け取ったらそれ返す、だからイントで全部渡したらイント返すし、フロート渡したらフロート返すみたいな感じ、うんうんね、リストも全部同じリストの中が同じ型だったら、うんうん、ゲットタイムシステムしたらそれが返るよみたいな感じのが、こういう書き方ができるようになりましたよっていう、はいはいはい、こういう書き方ができるようになったってことですね、っていうことみたいですね、はい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 、そうか、シンタックスだから文法か、はい、パラメータ文法としてこういう文法を新たに入れたってことですね、すごい、へっていうことだそうです、はい、これもまだちょっと使いごとこはピントは来てないっす、うん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 、はい、まずここまでかな、うんうんうん、あ、結構いい時間だな、ここあと、はい、はい、ここまでで何かありますか、はい、まだもうちょっと紹介できるのはあります、そうですか、いや結構面白かったですね、ここまででも十分なんか知れた気がしてて、よかった、嬉しい、うん、はい、ぜひなんか皆さんこれ以上の深掘りは皆さんのブログとかに期待しますけどね、ああ ね, ね、これはもうちょっとここの部分だけはもっと自分詳しいよとかっていう人はぜひブログとか何かしらで出してもらえるとより理解深まるかなって感じしま す, す、ね、はい、じゃあもうちょっといきますか、もうちょっといきますよ、はい、はい、じゃあもうちょっといきましょう、はい、じゃあその他の、うん、言語的な変更は、うん、まあこれ全部やっ、うん、っていうかいくつか気になるとこ、うん、あ違う飛ばしたモジュールか、うん、モジュールの変更、うん、まあ細かいのいろいろあるんですけど、うん、気になったやつで言うと、うん、どこだっけなあ、これこれこれ、パスリブでウォークができました、
できなかったですできなかった。グローブとかを使ってやる感じだったっていうのがこの間やった気がするけど、 OS ウォークっぽいやつがパスリブにできました、はい、できたんだ。パスリブウォークできましたんで、じゃあ順番に追っかけていけるっていうことですね。それはちょっと使えるところありそうですねっていうのができました、うんうん、まあ私は多分使わない派なんですけど、どうして、いやグローブとかでたどりたどりたいんだ。あ、そうなんだ。たどりたい派なんで、あ、まあまあまあそうか、はい、はい、っていうのが、うん、あとは、うん、あ、そうそうそう、うん、SQLite3 にコマンドラインインターフェースができましたと、はい、コマンドラインインターフェース、モジュール、あ、こちら、モジュールで Python-MSQLite3 っていうのができるようになったと。へえ、じゃそのまんまこれでファイル名指定すると多分あの SQLite の、あ、そのあとに SQL 文もそのここで書けるってことか。多分そうだと、ね、最後のところに SQL が、うん、とかこういう声にできるっていう。あら、すごい、一気にいきなり使えちゃうんだ。下に例出てるんじゃないですか。出てないかな。いや、SQL… これはないかな。コマンドラインの話はなさそう。そう、うん、はいはいはい、はい、できるようになったんで、あの SQLite がなくても叩けます、はい、みたいな。あの、まあ、Python のコード書かなくてもいいってことですよね、うん、Python のコード書いて、コネクションして、それでオブジェクトを持ってからって、SQL 書いてっていうのは普通だったと思うんですけど、はい、まあ、それをしなくてもよくなるっていうことですかね、はい、あ、はい、面白い、これ読めるの、うん、読めるのかな。 Python-M、うん、あ、Python じゃダメだ、 3.12-MSQLite3 うん、-V、うん、ってやると後ろがおー、スキュライトバージョンとかで、はい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 、だそうです。へえ、そういうことね、はい、はいはい、確かにこんな感じでファイルネームと、ファイルネームと SQL をそのまま書けるっていうのができましたんで、まあ便利そうですけどね、こういうのね、うん、簡単に -M で、読んだりすることってあると思うんで、そう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 、っていうのができました、はい、あと、うん、気になったやつは、うん、これこれこれ、ユニットテストで、ユニットテスト、はい、ハイフンハイフンデュレーションズっていうコマンドラインオプションができて、デュレーションズ、これ指定すると、うん、遅いテストケースを指定した数出してくれるって、全部テスト流した後にこれハイフンハイフン、うん、イコール3ってやると遅かった3件のテストを返してくれる、うん、ああ件数なんだそこは、はあ、はあ、はあ、そうそうそう、三件出してくれる、遅い方から3つ、へー、スローあショーイングズイザ・エヌ・スローエスト・テスト形式だから遅い方3件出してくれる、面白い、面白いね、面白いですよね、面白い機能ですね、はい、だからそれでテスト改善しようみたいな、うん、テスト改善しようとか何か別の問題があるかもしれないですよね、やっぱ遅いっていうことはね、うん、っていう、あ、そうそう、あとテストのスピードアップって確かに大事じゃないですか、はいはいはい、大事じゃないですか、30分かかっちゃうみたいになっちゃうと大変だから、全体がね、あのどこ遅いかっていうのは、ね、ちょっと面白いなって、うん、面白いですねこれはね、順番に出してくれるのは便利ですね、確かに、ね、面白いでしょ、はい、で、あともう一個、うん、UUID にもコマンドラインインターフェースができましたと。ほう、で何ができるんだって、はい、私もちゃんと、Python-M-UUID-UUID の型 -N ネームスペースとか渡すと UUID した結果返してくるのかな、はい、そういうっぽいです ね、はい、デフォルトはどれなんだろう、あ、違う、何もしないと UUID が返ってくるんだな、うん、Python さんで -M、うん、UUID で -U の UUID3 とかやると K、うんうんまあうん、ダメなんじゃないやっぱり何か、うん、なんか違う UUID、なんとあ、ネームスペースネームスペースかネームがどっちか必要なのかな、あ、ちょっと分かんないけど、そうなんだ、いや分かんない、書いてない、そうみたい、あ、違うな、UUID3 の時は、ネームが必要とか、ああそういうこと、じゃあ3じゃないんですよ、1、うん、ああこういう感じね、うん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 、あずっと一緒じゃん、あ違う変わってるね、うん、へえ、うん、だそうです、 UUID を払い出したくなった時はこれをすぐこれでこれそうそう、はい、これを、はい、これを思い出して、はい、えいって、そうですね、4とかで、ね、4とかだとぶつかないんだっけ、今4でいいんだっけ、はいとか使えば確かに、コマンドラインできました、ラインで、ね、確かに、ね、
面白いな。いやめそうですよね。面白いなって。UID ね、まあ、わざわざ Python って打ってインポート UID とかしなくていいっていうことね。そう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 。コマンドラインとかできました。コマンドラインインターフェース作るモチベーションって面白いですね。面白い。最初からね、別に普段から Python 書いてる人からしたらコマンドラインインターフェース作らなくてもいいんじゃないかななんて思ったりするんですけど、便利は便利ですよね。コマンドラインインターフェースあると。はい。はい。あともうちょっと、もうちょっとあります？もうちょっとあります。オプティマイゼーション、はい、最適化の話ですけど、まず一つ目はさっきもあのリムーブのとこにあったんですけど、ユニコードオブジェクトのメンバーから WSTR と WSTR レングスっていうのがなくなりましたと。でこれをなくすことによって、そのオブジェクトのサイズがちっちゃくなったよと。ほうほういうことみたいですね。It reduces object size by 8 over 16 bytes。 8から16バイトちっちゃくなりましたっていうことで、まあ、効率化されましたよと。稲田さんなんだ。はい、コントリビューティッドバイ稲田直樹です。はい、稲田さんの貢献によるっていうのがされたそうです。これ普通のユニコード使ってる時にってことですね。普通の、まあ、普通の文字列使ってる時にってことですよね。そうですそうです。これはめっちゃすごいですね。なくなったそうです。小さくなるのはね、小さくなったそうです。すごい、はい、あと効率化で言うと、あれどれだっけな、あ、こうリのドットサブとリドットサブ N がなんか速くなったらしくて、へえ、そうなんだ、はい、なんか速くなったらしくて 2,3 倍速くなったよと書いてますね。でもそれもでもユニコードに関係するのかもしれないですね。どうなんでしょうね。なんかね、もともと Python3 になった時に全部ユニコード化されてちょっと遅くなったみたいな話がありましたよね。正規表現の文字列の扱い、はい、でこのリサブ、リサブ N が速くなったということだそうです。とかあとよく使いそうなのはこのスーパー、スーパー、はい、スーパーカッコカッコ、はい、読んで、はい、あの呼ぶことと読んで、はい、そのアトリビュートをロードするところとかが、なんか新しい仕組みに変わって速くなったらしいです。このルートスーパー ATTR が新しくなったみたいです。へえ、そうなんだ。今回そういう意味で速度改善というのはそんなに謳われてない感じなんですかね。ずっとやるって言ってたじゃないですか、はいはいはい、12に対してやるって。オプティマイゼーションはこの辺なのかなって感じですね。そこまで大きい。でもまあジル関係とか1個はこれ、私も内容理解してないですけど、このアディダエクスメメンタルサポートフォーユーズングザボルトバイナリーオプティマイザーということで、なんかボルトっていう名前のそのバイナリーを最適化するやつがあるらしくって、でそいつをまだエクスペリメンタルサポートだけど、なんか入れて、これ入れたらなんかパフォーマンスが 1から 5% 速くなるみたいなことが書いてありましたね。だからこれは全体的に寄与するじゃないですかね。何がこのボルトっていうのがあって、これなのかな。でもハズビンアーカイブドって書いてるな。ボルトバイナリーオプティマイザー、でもこれっぽいよな。うん、ちょっとわからないですけど、そうですね、はいはい、っていうのを使ってるのとかも入れたりとかあるみたいですね。はい、まあ、じゃあまあそういう意味ではどうですか、はい、今回のあれ全体的には小ぶりな感じ。そうでもない。まあ、なんか大きな、めっちゃ大きな、これが機能入ったっていう感じでもなさそう。っていうよりはやっぱりこっから先の早くしていくための布石としてのアーパーインタープリターディルが入ってきたっていうことかなって私は思ってます。確かにね、確かにそうなのかもね。やっぱりいろんな布石を打って、ディル関係確かもう一個ペップがアクセプトされたみたいなことがニュースに出てたような気がしてて、ちょっと全部読んでないんですけど、はいはいはい、なんで、まあ、そういうのもあるんであれば、あのなんか、実際に早くするための、準備っていうのは必要なんだろうなっていう感じをしますよね。すごい。でこんな感じですか。だいたいもう喋ろうとしたことは、あ、用意し、あの、頑張って用意したやつは喋り切ったんで。喋り切りました。はい、はい、ありがとう、頑張りました。ありがとうございます。ちなみに高橋さんは、まあ、11、12、10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 、
3.9、10、11だと今どれ使ってるんですか。まあ、個人的なのは11で書いてますね。11で書いてる。個人的なのは別にだって困らないでしょ。まあ、困らないですね、うん、
困ったら 3.10 を使えばいいかなみたいな感じで、はい、あ困った時に、ね、もしも困ったらね、例えば使いたいライブラリが、うんうん、ウィールがなくてとかあったら 3.10 使えばいいみたいな感じ、うんうん、そんなに困ってない普段だと。あ、まあ個人的に何かとかだったらね、うん、お仕事はまだ 3.10 ですけど、そうですよね、はい、お仕事は 3.10 ね、 3.9 の時もまだ私はあるんで、あそうですね、あの、はい、この間あの、はい、1個のプロジェクトは 3.10 に上げました。 3.9 から上げられたんですね、はい、上げられました、はい、すごい、うん、まだね、やっぱ 3.9 の環境とか 3.9 の方が便利な時ってまだあるんで、うんうん、3.9 使っちゃったりするんですけど、 3.10、3.11 はやっぱ微妙にパフォーマンス良くなってるから、うん、積極的に上げたいかなって個人的には思いますね。本当はそうですよね、11に上げられるように、うん、あの早く頑張りたいなっていう感じはしますけど、でもバージョン上げる時そんなライブラリーは困りますけど、うん、それ以外困ってないんじゃないですか。あ、全然ライブラリーだけですね。ね、その手前でもう、まあ、最近そのリムーブされるものもそんなにないし、うん、あの、まあ、バッテリーインクルードのやつのリムーブのやつはありますけど、はい、それもそんなに使わないじゃないですか、うん、CGI ライブラリーとか、うんうん、使ってないんですよね。使わないですね、だから、まあ、CGI ライブラリー使わないですね、使わないんですよね、なんで使わないですよね、うん、なので、まあ、そういう意味ではバージョンアップに対する抵抗感ってのはそんなないですよね。その手前で分かってるし、ね、まあ、まあ、正直ね、これ毎月最近ここに来て2年ぐらいこれずっと追っかけてるので、はいはい、あの自分の中のインデックスもできてるし、あこれは困りそうだ、これは困らなそうだみたいなところも大体分かってきてるんで、うんうんうん、先に困りそうなやつだともう手打ってるとか、あと一番嫌なのはタイピングのあの L 大文字 T 大文字のか の, あ, の, あ, の, あ, のあれね、あれあれとリストとかタプルのあと縦棒、はい、縦棒とか使えて、そうそうそう、あれがやっぱあの何フロムフューチャーインポーターアノテーションズをなくしたいからこそ、その私のプロジェクトも1個は 3.10 に上げたわけですね。あの縦棒を書くのにみんなしたくて、でもフロムフューチャーって書くのダリーなっつって、あの 3.10 にするプロリックは全部それを消すっていうのをやってます。まあそれと 3.9 まで、その前までだと、まあどうしてもオプションズとか書いちゃってるやつが、ああもう全部縦棒です。全部縦棒です。まあ、いや大丈夫です。そのあのラフがやってくれるんで。ラフがやってくれますんで、すごいんで。ラフ全然あれなんで。ラフすごいんでやってくれちゃうんで。やってくれるんだな。めっちゃいいっすよ。やってくれるんで。そうなんだ。それそれってなる。あ、そうなんですか。知らなかった。全然そこまで私はやってないんで。そうそうそう。そうはいえ。ユニオン全部消してくれるんで。ユニオン全部消してくれるんで、すごいねそれね。すごいっす。いや、まあ、単純といえば単純かもしれないけど、うん、文字列見てね、ユニオンって書いてあるやつを間にスペースにパイプ入れるだけかもしれないけど、はい、ありがたいですね、確かにね。ありがたいです。まあ、じゃあまあそういう意味ではバージョンアップに対しての抵抗感ないんで、まあ、うまくちゃんと動くライブラリとか、まあ、周辺整えたら新しいものをどんどん対応するっていう感じのモチベーションですかね。だからそれはラフ入れたのも、うん、まあ、ちょっと話長くなっちゃうんで後でやるんですけど、うん、ちょうどいいかなっていう、それでチェックする新しいバージョンに構造を変えるでバージョン上げれるっていう、いい、確かにいいサイクルだった。いいサイクルですね、確かにね、うん、面白いそれは、はい、なかなかいいな。じゃあそろそろ、はい、そろそろですけど何かありますか、はい、追加の情報とか、あれば。そうですね、まあ、コメント的にはカシューさんがへー SQLite3 って書いてました、ね、あそうですね、その前のコメントとかどうですか、その拾ってないやつは。それは大丈夫そうかな、うん、拾ってくれてる、大丈夫そうです。あ、うん、あの早尾さんが、うん、あのパーサーが LL からペグに変わったって話を読んで、うん、まあ、ただ前提としてペグとか理解してない、まあ、今回の F ストリングもやっぱペグパーサーになったからっていうのがあって、はいはいはい、そうかそうかそうか、パーサーね、があるわけなんですよ。11から変わったんですけど、3.10 から10からでしたっけ、なんか変わってましたよね、うん、そうですそうです、はい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 、そうなんだ。それでできるようになったあれやこれやの、はい、新たな一つが今回の F ストリングの話なのかなっていう。確かにね、はいはい、じゃあ今日はこのぐらいで、そうですね、本編は締めますか、はい、じゃあ次回の予告をしなきゃいけないですね、はいはい、次回すれば9月1週目じゃなかったような気がしたけど、あそうですね、次回はちょっと1週目はでき、うん、ちょっと別私の都合だったかな、うん、で、ですね、できないので、はい、9月8日金曜日を予定していますと、うん、はい、で次回の内容ですけれども、パイコンコリア2023とパイコン台湾2023がその今日からその9月8日までの間にあって、はい、ありますね、まあ、ちょっとそれに行ってくるんで、田村さん両方行かれるんですよね、はい、両方スピーカーですもんね、はい、はい、行ってくるんで、うん、まあ、その話をしてこようと思ってます。
その話をする予定ということで、はい、どんなカンファレンスだったかっていう話を聞けるということで、そのつもりでいます、はい、それはすごい楽しみですね。アジアでね、久しぶりにそうやってリアルの開催に現地に行けるっていうことなので、そうですな、どういうふうに変わったっていうか、まあね、どんな感じだったかってすごく知りたいところですよね、うん、確かに、はい、失われた数年って感じの、まあ、そうなんですよね、自分たちも行けてないし、うん、現地でも開催してなかったっていうのが続いてたので、はい、じゃあそれすごく楽しみにしてますので、またじゃあ来月もということで、はい、じゃあ本編は、ここまでになるんですが、はい、この後一回ちょっとだけ、ショート休憩、短い休憩で、音声とか消しさせていただきますけれども、その後ビールを飲みながらですね、皆さんとチャット欄とかそういうのを使いながら会話をいろいろしていきたいと思いますので、はいはい、まだお時間もしある方は皆さん飲み物とか取っていただいてですね、まあすでに飲んでてもいいんですけど、そうですね、はい、一緒にもうちょっと盛り上がっていけたらいいかなと思います。ということで、今月のパイコン JPTV は、以上となります。また来月です。はい、また。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、あ、お疲れ。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、あ、めっちゃすっきり。おー、すっきりですね。うん、軽井沢ビール、軽井沢高原ビール2023。あれ、フォーカスが合わない。合わない。俺がいるからだ。もうちょっと、頑張れ。頑張れ。俺ここにあって。なんで、はい、自動オートフォーカスになってない。2023年限定フルーティーホワイトエールです。いや、ごめんね、はい、フルーティーホワイトエールです。めっちゃフルーティー、確かに、うん、安らぎ時間を2023年限定ビールです。毎年これなんか出るんで、軽井沢高原は。そうなんだ、はい、へー、そうですね、調べましたね、タモリさん。調べたでしょう、すごいすごい、すごいありがたい。調べたでしょう、ありがたい、本当にありがたいです、うん、すいません、本当にありがたい、ありがたいっていうだけです、ね、頑張りが感じられたでしょう。隣で質問していろいろ教えていただけるのは本当に助かりますよ。まあでも、うん、やっぱそれを調べること自体がやっぱ勉強にはなるんで、自分も、ね、自分も勉強になるんで、やっぱちゃんと読んで、うん、へえ、そうなんだってなったのは、うんうん、まあ良かったっすね。そうですよね、大変ではあるが良かった、うん、ああ確かに。ステップ全部読むとか結構大変ですけど、うん、真似すると、まあ、ワッツビールを眺めて、うん、まあそんなわけで、はい、インタープリターごとにっていうやつは、うん、まあそんなに今はまだ面白くないっす。ああ、もうそうですよね、まあまあ、面白くないんですね、まだまだね、まだ、はいはい、まだそういう、はい、まだ早い、そういう段階ではですね。あ、乾杯に間に合った。乾杯。乾杯。浜さんは平時ジェーン、はい、おー、平時ジェーンはブリュードックですね。あ、ブリュードックか。さすが、はい、やりは出てこない。スギさん、乾杯には間に合った、はい、まあ、はい、乾杯、どうもどうも、視聴ありがとうございます。はい、あ、そうなんですね。軽い、どうぞ。あ、その棚の方にある瓶のやつも、棚の瓶、これはライオンエール。あ、それは普通です。普通だよ、ね、はい、普通です。寺田さん用に買ってきました。寺田さん用に買ってきました。だから私用だなって勝手に思って。さすが、はい、勝手に。最近さすが分かってらっしゃる。最近分かってきたんで。缶の銘柄、缶の型、缶のデザインだけで、雰囲気で、雰囲気だけで、雰囲気で、はい、はい、
鈴木さん本編は後で見ますとのことで、ありがとうございます。本編で、ね、今日は楽しみにしてたということで、はい、ありがとうございます。何の話からしましょうかね。ニュースでなんかもう一回取り上げたいとか何かあります？私的には、まあ、国内の方のやつ、はい、と APAC と、APAC はあれですね、また直前10月の回に多分やることになるのか。そうですね、直前回ではやるでしょう。やって、こういうふうに楽しむのか、こういうトークが面白そうだね、うん、みたいなことがね、ちょっとピックアップ。あ、じゃあジャンゴコングレス出さないんですか？私が？私が？あ、確かに。自分今振っといて確かに。確かに。二つの寺田さんに振るのはなんか。私二つの理由があって、うん、ジャンゴコングレスには出さないんですけど。はい、一つ目は普段からジャンゴをそんなに使ってないっていうことで、ね、うん、そんなに使ってないんで私は、うん、分かりません。うん、もう一つは一応その時はカンファレンス、別のカンファレンスを狙っているので、あ、そうなんですね。はい。ので、それはまだ諦めていないので、うん、チケット取ってないんですけど、まあ、なるほど。はい。なので、出さないですね。なるほど。はい。多分行くんで、そっち。なるほど。海外？わかりました。はい、そうですね。海外のカンファレンスなんですけど。じゃあ、そうですね。明日の愛知はどうですか？その前にちょっと APAC の話で、はいはい、まあ、今日あれですね、思ったのは、うん、いや、本当にスピーカー の, リストを見て、うん、結構ちゃんと私は見て、いろいろと 見直したんですけど、はいはい、まあ、なんかね、すごい楽しみしかなくなりましたね。なんか、あ、こんな話が聞けるとか、まあ、話の内容もそうだし、うん、あと、来てくれる人、はい、結構知り合いとかも多かったし、はいはい、あ、この人がこういう話してくれるならこれが楽しみだなみたいなのも結構多くて、え、でもどうせ見ないでしょ自分は、その場では、その場ではそんな見る余裕ないでしょ、まあ、そう言っちゃうとさ何あ、だから全体としての盛り上がりはいいよね、うん、そういういろんな面白い人たちがたくさんいろんなバリエーションの話をしてくれるっていうのはいいけど、テロさん自身はそんな当日見ないよね。確かに忙しいね。忙しい、忙しくて、それどころじゃない、それどころじゃないから、うん、おそらく、そうそうそう、うんうん、とは思う、うん、っていうぐらい、はいはいはい、ちょっとごめんなさい、そうですね、まあ後で見るって言って見ないやつですね、全然、どうなんですかね、なんか見る回とかやりたい、ああ、やりたいですね、なんか面白いトークの、なんか一本見る、そうそうそう、一緒にさ英語のやつとかでさ、むずそうなやつを、実況しながら、一生懸命、え、例えば、うん、例えば誰？誰だろう。例えばどれ？なんか覚えてるやつあったら言ってもらっていいですか？結構古い知り合いね。いや全然いいですよ。須山さんとかも来てくれるんだと思って。ああ、はいはいはい。最近、ああそうだ、渋川さんとか。ああはあはあはあ。久しぶりだなって思ってて。渋川さんといえば。リアルワールド HDP。え？ああ、リアルそれそれそれ。これは今エキスパートパイソンの第4話第4話第4話かなと思って、ごめんなさい、確かに、はい、渋川さんといえばね、はい、こちらそっちですね、オライリーで単調はすげえな、そこ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 のボリュームの単調出してるはすごい、このめちゃくちゃ面白い、しかも私原稿というか訳本じゃないです、いやだからですよ、単調、単調すごい、単調すごいと思います、なるほど、渋川さん、はいはいはい、渋川さん何の話するの、デブコンテナネタ忘れた、なんだっけな、デブコンテナの開発関係、急にそこまで言われると、あ、じゃあそのペアまで言われると自信がないんだけど、あ、なるほどね、うん、その全部一気に見たからね、そうね、そうカルタみたいなね、そうそうそう人と話す内容の、はい、あとそれもですあとアンソニーさんがまた今年もね、アンソニーさんね、オーストラリアね、オーストラリアのアンソニーさんがね、はいはい、去年知り合って来ますね、来てくれるのが嬉しいなと思って、そうですね、うん、期待してます、そこは、はい、なんかこっち YouTube の画面をこっちでバックモニターしてるんですが、ちょっとなんかいろいろトラブルがありまして、まあ、はいはいはい、大丈夫です、はい、私は手元で見れるんで大丈夫です、大丈夫、はい、はい、そうですね、はい、じゃあまあ、ただそれはまあ、APAC の話はなんかまた後で、うん、後でというか、まあ、2ヶ月後、うん、していろいろと楽しみだなというふうに思っていますっていう感じですね、あ、コミュニティポスターって、はい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 、募集してたじゃないですか、募集します、うんうんうん、どうですか、うん、私
まあこれ見てる人もそうか、どうですか？全くなんか自分がターゲットだと思ってなかった。そうだ、ターゲットだった。ターゲットですよ。そうか。そうかな、何これ。どれで出します？3つぐらい出せますよ、3つぐらい。3つぐらい出せる？本当にそんなにあったかな、俺。まあいいけど、あると思うけど、まあ。はい。どうしようかな。いや、全然考えてなかったな、それは。コミュニティポスターか。うん。確かに。でしょ？うん。まあ、3つはあるか。確かに3つあります、まあ、全然出してもらっていいかなって。確かにね、思うんですよ。じゃあちょっと、うん、そう、待ってます。いつまでしたっけ。さっき見たけど忘れちゃったな。わかんないです、うん、まあもう一回。私も把握しないです、はい、すいません。線抜きなんかこっちのパソコンが調子が悪い。まあこういうことだ。はい、はい、まあちょっと調子悪いんで、じゃあもう一回再起動かな。よいしょ、はい、よいしょ。あれ行かないな。あ、来た。はい、だいぶ反射してる。長野で買ってきたやつ違うか、なんてやつ。あ、札幌なんだ。まだ残ってた札幌のやつ。まだあります。清田のブリュアリーです。清田どこ。札幌市、はいはい、全然わからん。戻りました。はい、すいません。コメントが見えなかったんでちょっと寂しかったんで。あ、はいはい、シルバージュビリー25周年記念、ブリュアリーの25周年記念、うん、じゃあニュースコミュニティ。確かにそう言われてみれば、うん、まあ、なんかダメですね、やっぱり自分のことっていうふうになんか思わないこと多いですね。やっぱりね、一言になってるんですか。なんか俺には関係ないかなって。関係ある。すげえ関係あったね俺ね、うん、出す方で、はい、すいません。あの出す方でちょっとあの2箇所ほどプッシュしたいと思います。ね、はい、ね、ありました。はい、まあじゃああとジャンコングレスはそれ見た。うん、はい、ちょっと予定、別の予定も入っちゃいそうなので、うん、ちょっと今回はってはいつも通りいつもなんですけど、行ってみます。まあ、その時期は確かに、はい。まあ秋ありますからね、イベント。はい、他にお伝えしたのが、なんだっけ。パイキャンプ。パイキャンプ遠方支援。あ、遠方支援ぜひ、ね、応募してほしいな、うん、結構なんか遠方支援に私はなんか結構、はい、遠方支援いっぱいあるんだよってなんか言いまくってるんで、そうだ、いいよ、もらいます。はい、はい、ので今回ね、いろんなところからの支援とか PSF かな、特に PSF からも、はいはい、あるからね、ぜひぜひって感じでね、はい、で話をして、うん、でブートキャンプ？ブートキャンプは明日行く。明日行きます。はい。寺田さん、明日は寺田。去年の9月以来なんで、新潟以来ですね。はい、行ってきます。名古屋。名古屋は私そんなに、まあ行ったことはもちろん何回かあるんですけど、うんうん、名古屋そんなに得意じゃないというかそんなに詳しくないんで、うん、はいはい、まあ、まあそういう意味で楽しみなんですけど。飯がね、うますぎるじゃないですか、名古屋って。はあはあ、名古屋飯。名古屋飯、ね、通称ね、うんうん。何を選択したらいいか悩んじゃうぐらい。ああ、難しい問題ですね。そう、一泊、一日目はね、一日目の夜はもちろん決まってる、うん、お付き合いするため、うん、一緒にみんなで懇親会決まってるからいいんだけど、うんうん、翌日の昼とか、何を、どれを選択しようみたいな、うんうんうん、結構悩んでますね、うん、今でも、うんうん。選択肢は選択肢は、まず、味噌カツ、はい、まあ、手羽先はその時間じゃないよね、夜だよね、まあ、その2つ、俺がその好きなんだけど、あと、きしめんも好きなんですよ、うん、であとは、ひつまぶしもできれば食べたいかなとか思ってたりとか、ひつまぶしその時間じゃないかなとか、うん、昼は別にありだと思う、昼ひつまぶしはありだと思うけど、うん、朝は小倉トーストとか食べない、マジにそこは別にそんなに興味がなかった。そんな興味がなかった。名古屋モーニングはそんなにないか、うん、まあどうせ朝は酔っ払ってて多分食べれないだろうという予想もしているから朝に期待をしちゃいけないなと思ってな、まあ、確かにそれはそう、うん、って感じですかね、名古屋はまあ明日なんで楽しみにしてます、うん、まあ行けるならひつまぶしかな、うん、ひつまぶしそうですかね、やっぱりね、ひつまぶしはね、熱田神宮へ、う
あ、そうなんですか、はい、ちょっと私そこまでよく知らないんですけど、熱田神宮で、はい、ただ激混みで入れないみたいなね、うん、まあ今は混んでそうですよね、うん、混んでそう、ちょっと無理じゃないですか、うん、多分無理だと思う、うん、それちょっと別にそこは別に、あれあと何味噌カツって言ってますか、うん、うん、じゃあヤバトン、ヤバトン有名なのあるんだね、詳しいね、そこまで知らないんですよ、どこで何かっていうのは、うん、ただ店の名前までは、うん、だからどこでもいいです、まあ、ヤバトン東京駅にあるけどね東京駅だったから東京にあるんだまあでもさ、現地で食うっていうこと醍醐味はあるわけじゃないですか、まあ、もちろんそう思いますよ、それは、うん、まあまあ向こうに行って、ね、飲み会でね、相談するのが一番楽しいですよね、楽しいですよ、明日どこ行こうか悩んでんすよねとかいうの楽しいじゃん、前にあのどこだっけな、どこの時だっけな、どっかで、うん、ラーメンは、うん、ラーメン博多、高山かな、高山ラーメンかな、うんうん、高山の時は参加者の人に聞いて、うんうん、まあ、高山の有名っていうかね、まあ、それなんかあるじゃないですか、うんうん、どこですかってもうあるんです、もうその参加者の一人が、うん、もう絶対絶対ですって言われて、はい、言われてたんで、はい、ここですって言われたんで、はい、あ、そうですか、分かりましたって、美味しかったですけどね、もちろんね、まあまあまあ、絶対絶対ですって言われたから、そうなんだ、絶対とまで言われちゃうとしょうがないとか、まあそういうのがいいですよね、パイソンブートキャンプとかのね、うんうんうん、でこっちで調べてもさ、まあ、ちょっと分かんないじゃないですか、うん、観光地的なところはあるけど、うんうん、あと、まあ、行ってそれと聞くと、じゃあ何時なら入れそうとか、うんうん、あのじゃあまあ何時か何時の間なら私この間空いてるけど、うんうん、じゃあこの時間行ったら混んでるかなとかって聞くと、いやー下だと混んでますよって言われるか、うんうん、だからそういうのはね、情報がもう完全に得られるから、ありがたい、めっちゃありがたいです、そうそうそう、うん、で海外イベントね、海外イベント、海外イベント、タイランドは行きたいな、できれば。12月中旬。できれば行きたいかな。トークが通らなかったら。いや、トーク出すつもりがまだそんななかったんだけど。あ、そんなねえんだ。じゃあ行けばいいじゃん。出そうかなって。じゃあ行けばいいじゃん。トーク言われてないんで、言われてるんで、トーク出そうかなとは思ったりするんだけど、ネタがね、うん、そんなにいいのがないから、今。なんかないっすよ。え、今やってるやつとか、うん、全然いいじゃん。英語というか、あれ、なんか日本語の話っぽいなと思って、まあ、でも多言語の話か、関係ないでしょ、関係ない、ラングチェーン、ラングチェーンの話、いや全然いいじゃん、ラングチェーンの話いく、ラングチェーンの話はまあ確かに今すげえ、私的にはもう今大注目、うん、なんだろう、うん、自分の今の中では大注目中だから、ちょっと話の組み立てどうするか問題はあるとしても、はいはいはい、今あんだけやってんだったらラングチェーンのことで、まあ出せばって思いますけどね。そうか。ラングチェーンで出せば、うん、まあラングチェーンは、話しやすいことは話しやすい。うん、あの英語でね。うん、あと、うん、日本語の話とちょっと、うん、日本語で話すと話しにくいことあるじゃないですか。うん、ああ。いや、英語で話しにくいこと。うん、やっぱりその雰囲気あの、なんだろう、あ、概念的なことを伝えるのは結構難しいから。うん、確かに、うん。概念じゃないから。確かに確かに、これ英語だとなんていうのがわからないのたくさんありそう、たくさんあるっていうのはね、それじゃないかなと思うんだけど、うん、やっぱ技術の話はそこまででもないから、うん、方向性としてはいいと思いますけどね、そうか、出すか、じゃあ競争率は高そうですけどね、どうなんだろうね、わかんないけど、まあわかんないです、うん、あ、まあでも実装やる話はないかな、プロダクトを作る話はそんななかったかな、うん、あの今年のAPACのプロポーザルに、うん、まあ、時期も違うから、また時期は違うから、うん、ね、あるけど、まあ、やっぱやってる話の方がいいじゃないですか、うん、自分がね、うん、自分が今注目してるやつの話はしゃべ、モチベーションとしては上がるよね、喋、うん、ってね、うんうん、まあまあとと、うん、ね、それをみんなに伝えて、うん、伝えて、みんな、まあ、それでまたフィードバックもらってっていうのはね、うん、いい循環ですよね、そうそうそう、うん、あ、いいかなって、確かに確かに、それはね、ありだね、あっちはね、ネコライはないんですよね、前やってた、まだ使ってないし、まあ、使ってはいるけど、たまには、あ、そうなん、あれはでもちょっと伝えにくい、うん、難しすぎる、伝えるのが、まあ、おいし、何、これがいいよ、メムレイのことは、うん、これがいいよねっていうのを伝えるのが難しいなと思ってる、うん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 、なんかメッセージが、なんかこの私のパソコンでログインしてるんで、後で大丈夫そうなやつだったね、後で大丈夫だったね、なんか後でスラックで DM が来て、なんかそこにメッセージが出てたから、なんだろう、後で、はい、大丈夫です、はい、ラングチェーン、他なんかあるかな、なんかあるかな、仕事周りじゃなんかないですか、うん、あ、タイプスクリプト、思いついた、何、あの、あ、な、マジ
なんか、なんか、放送事故。なんか、Python を教えるみたいな話とか、なんかそのプログラミング教育的な話とかは、寺田さんは結構いろいろ持ってるからありかなって気はしているが、今、ちょっとここは大変失礼しました。はい、ちょっと事故は終了しましたんで失礼しました。はい、なんだっけ、あ、インシデントね、あ、はい、インシデント発生で、はい、そうですね、はい、まあ、教育の話は、私が Python 教育やってるんですけど、私は確かにいいんだけど、それまた英語で伝えるのまためっちゃ難しくないですか。でも、だから今思いついたから言ってみたんだけど、やってること並べればいいのかもしれないけど、ちょっと大変かなと思って。わかります、わかります。難しいと思ってるけど、文化も関係するじゃないですか、そういうのって。日本の、いやでもそれは別に自分はこういうことやって、こういう風な反応が得られてっていいと思うんですよ、日本の場合っていう話で、まあ、別にいいかなって、まあ、アジアだしね、特にね、アジアで喋ったね、あんまりバックグラウンド話すとそれだけ本当にないから、いいんじゃないって、なんすかに、それも良さそうだね、良さそうでしょ、良さそうだね、日本語でも話すでもいいんじゃない、確かにね、って思いました、確かにね、JP でも、はい、確かに、まあ、寺田さんに今やってることといえばそういう感じ、まあ、動画撮影とかの話してもしょうがないじゃないですか、動画作るやつ、あとはなんだろう、タイプスクリプトの話、それパイコンでいや、全然タイプスクリプトカンファレンスとかで発表していただいて、ね、全然 ES コーフでやってください、ね、全然やっていただいていいと思いますよ、まあちょっと考えてます。はい。はい、じゃあまあそれは、ニュースの話はそんな感じ。はい。インド、タイランド、インドネシア。タイランドはね、友達もいるし、やっぱりタイランドが一番行きたいかな、その3国って言われると。高根さん結構ね、この後は2国決まってて。はい、いや、3つ決まりました。で、もう1個決まったんですね。もう1個、いつでしたっけ？11月ですね。だから4ヶ月連続になりました。おー、 APAC も入れて、 APAC 入れて4ヶ月、11月も11月もトークが決まったと。はい、これはネタは同じ今ね、2つ持ってるんだっけ、3つ持ってるんだっけ、なんかトークで、まあ4本あってトークの内容は2種類、で収まってる、収まってるって感じなんだ、出してるのはもうちょっと出したりしてるの、そうですね、もっと出してますね、で、どこでしたっけ、11月は11月は香港です。初めての香港、もしかして初めてです、行ったことない、個人的にもないと、ないっす、パイコン香港初めてです、ないっす、ないっす、はい、香港、行ったことないっす、
まあだなのですごい人だったんですよね。うん。香港ね、あのパイコン JP のスタッフもやってくれているケルビンさんがね、はい、あのまあこの間来日してましたけど、うん、パイコン J パイコンエンバック先生、うん、日本でやるパイコンエンバックのスタッフもやってくれてて、うん、彼はパイコン香港も、うん、まあどっちかっていうとオープンソース系の、うん、オープンソース系の方の、うん、もっと広いオープンソース、うんの方ですけど、まあ、パイコン香港も、うん、あのスタッフやってスタッフというかオーガナイザーやってるはずなので、そうですね、うん、で、まあ、そういう意味でのつながりが、うん、お互いのつながりが結構あるんでいいですよね、うん、全然わかんないからあのどこに宿取ったらいいかも全然わかってないんで、うん、めちゃくちゃ教えてくれましたね、うん、なんかあのスラックで答えてくれるからめっちゃありがたいんだけど、はい、まあそうですね、まあ、その言われる地名がまずピンとこないから、ピンとこないですね、まず全然何も入ってこないんで、うん、とりあえず今日はあの、うん、地元の図書館であの地球の歩き方、うん、香港を予約してみました、あ、そうなんだ、パラーって読むとなんか雰囲気わかるじゃないですか、はいはい、あ確かにね、別にどうするって決めるんじゃなくて、ただ雰囲気どうなってるの、あっち側がこういう街でとかわかるじゃないですか、うんうん、なんで一回ちょっと借りてパラパラっと見ようかなっていう、頭いいでしょ、頭いいでしょ、行ったことないとこはおすすめです、台湾でやろう、そうなんだ、台北でやろう、はい、私は、初めて行った時は神谷さんに聞いて、うん、まだ日本にいたところじゃないかな、違ったかな、なんかカメラさんとコミュニケーション、え、一緒に行った、一緒に行かないから、ああどういうとこ泊まった方がいいのとか、この辺の地域とかどうなのとか、何か所か候補こっちでも出してて、うん、カンファレンス会場ここで、うん、まあもうちょっと観光とかも楽しみたいから、うんうん、カンファレンス会場が結構北の方だったのかな、うん、半島の方だったんだけど、うんうん、でそんなにそっちだと観光は面白くなさそうだよね、うん、なんだ、まあ、なんでうん、こっちの南側の島の方がいいんじゃない、うん、とか観光メインにするのはそっちをあれして、あ、そうなんですね、あ、そうですね、島ですけど、まあ、対岸もあるけどね、うん、対岸のあれはどっちか、半島が北側で、うん、そこから島に来てるところの、うん、そこは、あ、大丈夫、え、今まだ俺の中に地図がないからちょっともうちょっと今度にしてもらっていい、まだ11月だもんね、まだ脳内にイメージが全然ないから言われてもまだ入んないっすよ、確かに入ってこないね、入ってこないっすよ、地図頭入ってるね、やっぱりね、そう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 、そうでしょ、うん、でしょ、だからその感じ全然ないから、そうか、その感じがないか、うん、ダメですダメです、うん、でもやっぱ聞いてよかったですね、うん、やっぱりね、この辺の方がまだ香港クラフトビールで検索してないもん、まだしてないから、そこみたいな、まあまあそうですね、まあまあまあ、はい、で海外ね復活してきたんで今年で、ね、今日アジアほとんど復活、シンガポールができてない、うん、できてない、まあシンガポールはまあ、うん、でもなんかやる気ないとかって話をちらほら、うん、まあ、メンツがいないとかそういう感じなだけじゃないのかなって、別に場所がどうこうって話じゃないと思うけど、マレーシアやるやるやる、来ないのって言われた、マレーシアいつだっけ、メンゴメンゴって会社、え、マレーシアいつだっけ、いつだったかな、マレーシアもう近いよ、確か近い、ね、あ、そうか、近いのか、うん、8月か、もう近いよ、うんうんうん、そうかそうか、8月だったかもしれないね、はい、マレーシア8月26日、あ、あ、もう今月ですね、はい、はい、です、じゃあ、今日やった話のもうちょっと振り返りで後でやろうみたいなこと言ったことは他にあったっけ、はい、覚えてないね、え、このぐらいじゃないですか、ね、うん、ニュースはこんなの、ニュースはこんなね、うん、本編の話でなんか実はもうちょっと深掘りしたかったことないの、なんかここもうちょっとここ本当は興味はあったんだけどそんなにいけなかったって、うーん、なんすかね、いやでも話したいことは話せてて、まあ、話せた、うん、まあなんか本当はちゃんと、うん、なんか気になるやつはペップ読んでやっぱりな、うん、あ、まあまあまあそうだね、そうそうそう、モチベーションが何でみたいなとことか、いろんな利用パターンとか書いてあったりとかするから、なるほど、それこそさっきのあのなんだっけ、あのキーワードアーグスでタイプロディクト使えるやつみたいなのとか、まあ、なるほどこういうことねみたいなのとかは読んでみないと分かんないですよねっていう、表面的に、まあ、読んでも分かるか分からんけどっていう、そうか、確かにね、ね、機能があることは分かるけどこれをどう使うと嬉しいのっていう話、うん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 、あとさっき話してたそのあれじゃないバージョンアップの話があったじゃないですか、うんうん、でラフ入れてっていう話をしたと思うんですけど、ラフ話はちょっと聞きたいな、ね、ラフ
プロジェクトに入れて、全然使わない。じゃあまずラフとは、ラフは、うん、アイソットとフレイクエイトと、うんうん、まあ、ブラック的なところとかも大体やってくれるようなやつで、早い、早い、ガスト製、そうそうそうっていうやつで、まあ、詳しくは、技法 JP の Python マンスリートピックスをどうぞ。ね、あれでね、特集してるんで、一応知って、あの名前はもちろん知ってるし、うん、どういうことかってのは分かってはいたつもりだけど、うん、実際導入したんですね。まあ、導入しました。プロダクションっていうか、まあ、自分たちで書いてるコードに、うん、導入までしたと。会社で、はい、まあ、先行して導入したプロジェクトが2個ぐらい多分あって、はい、ラフ入れて使ってるって言ってて、はい、あ、良さそうだなと思って、はい、でうちのプロジェクトも入れてみたいなと思って、はい、でそうすると他のチームのディフがあるから、あ、設定こう書けばいいのねとか分かるじゃないですか。一から設定ドキュメントを見てやるより楽だったんで、これ真似してやったら同じぐらいになるんだなって。ラフは結構設定がある、まあそんなにないですけど、そんなにないですけど、やっぱりそもそもどこに何書けばいいのとかって、まあ見りゃ分かんだけど、めんどくさいよね。めんどくさいじゃん。要は答え合わせがしたい、どっちかっていうと。まあね、だいたい読んでざっと読んで、うん、こんな感じだねって。で実際の設定のディフがあるから、はい、それ見て、はい、ああこれこうするのねって言って、試しに手元で動かすっていうのをやって、はいはい、で大丈夫そうだったらそのプルリク出すみたいな感じでやって、で導入しました。はいはいはい、で導入障壁はそこまで高くない。その感覚的に言うと、でというのはやっぱり、まあ、うん、結構変わっちゃうと、コードが、まあ、そもそもコード直しちゃうんだよね。いや直さなくてもいい、別にそれは。そうかそうか、直さなくてもいいけど、もともとフレークエイトとかはやってたわけで、でフレークエイトの違いはほとんどない。そんなにやつに、まあまあ何だろう、フレークエイトでは大丈夫なのにとか、フレークエイトはいやあり得る、ありえるそれはありえる、まあだからそれは中見て、うん、まあ良さそうだったらちゃんと今回ラフでこうなったとかってか、うん、プルリクにコメントを書く、書いてる。でそこまでめちゃくちゃじゃない。でもブラック導入とかって、あ、そこまでじゃん。ブラックも入ってたから別に。あ、でフォーマットはブラックに寄せました。あ、フォーマットはブラックに寄せました。はい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 。またそこで、そこら辺はね、まあ、難しいじゃないですか。うん、そのブラック一回導入した時も結構ブワッと変わるし、とか、とか、まあそういうのにどういう感じなのかなと思って。うん、ブラックの機能、フレイクエイトが一番強化された感じなの？フレイクエイトとアイソートが一緒に入る。アイソート一個でいいんだ。一個でいい。ね、なんかアイソートを入れちゃったつもりだったんですけど、その、うん、そのプロジェクト、うん、でもなんかいまいちだったのが、うん、ちゃんとした、はい、ラフ入れたらちゃんとなった。じゃあだから設定が混ざってたのかもしれない。まあ、はい、あ、だからもうインポート順がバッといろいろ変わって。まあ、こんな見ても別に。コードとしてはね、あ、そうそう、一緒じゃん、うん、一緒じゃん、見ても別に、はい、オッケーオッケーみたいな、オッケーだよね、うん、それは レビューする側も楽だもんね、そこは順番だけだから別に動きが変わるのはなくて、うん、そうなんだ、へー、これまだ飲む、うん、はい、じゃあ違うのください、ビール、じゃあもう完全導入して、でさっき言ったけど、その何、ユニオンとかオプションとかのタイピングのあれを直してくれる、いい質問、いい質問、いい質問だろ、いい質問ですね、全然分かってないからね、いい質問ですね、うん、ラフって、うん、まあすげえなって思うのが、うん、そのラフを入れた後に設定で何のルールをオンにするかを設定ファイルに書くだけでいいんですよ。はい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 、普通フレイクエイトで、うん、フレイクエイトほげほげ便利だよみたいな話とかあるじゃないですか、うん、そうするとそれをピップインストールし、うんうん、で、うん、環境構築して、うん、それをrequirements.dev テキスト -dev テキストに書きとかやらなきゃいけない、うん、じゃなくてそれラフに内包されてたら、うん、ラフの設定ファイルでこのオプションも有効にしますって書けば終わるんですよ。内包されてるからか、そう、うんうん、そう、じゃあ設定側に負けるのか、設定だけ書けば終わりですよ、うん、うん、はい、安住野の方、長野土産です、長野土産、うん、はい、寺さんの方、俺がいるから、はい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 、リンゴ、うん、そうなんだ、え、で結果的に早い、やっぱりめっちゃ早い、あ、めっちゃ早いんだ、早いんだ、本当感じるぐらいもう早い、ブラック押せってなる、あ、そういう感じの、もうブラック押せってなる、あ、本当だ、うん、技表の記事に書いてますけど、そう、めちゃくちゃ早い、ラフやってブラックやるっていうセットなので、うん、はいはい、うちが流すときは、そしたらラフブラック終わりみたいな、うーんって感じですよ、うーん、
おっせーって本当にやってんのって本当思う、ね、早すぎて本当に思うはもこれちゃんと動いてんの、まあ、そうラフも結構大変だと思うけどな。うーん、 でそのいろんなオプションただ設定するだけでいいよって言ったじゃないですか。でその中の一つにパイアップグレードっていうのがありまして、はいはいはい、でそのパイアップグレードオプションっていうのを入れると、うんうん、その古いのでこう書いてたけど、うん、今はこう書くんだよっていうのが怒られ、いやこう書けるよっていうのが怒られる。さっきのオプショナルとかもそうだし、はい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 、縦棒で書けるやつは全部縦棒で書けやって、はいはい、怒られる。あとは、うん、あのスーパーカッコカッコの前違ったやつ、スーパーカッコ、ね、から始めるやつね、あれ、うん、はいはいはい、あれ書いてたら、うん、スーパーカッコカッコだよとかって怒られる。マジすごいね。パイアップ、あ、まあ、パイアップグレード自体はもともとあって、あ、そうなんだ。ラフ、まあ、やっぱりそれを入れてとかじゃなくて、そんなことしなくてもラフ入れてたらラフでパイアップグレードを有効にしたらチェックしてくれるんで、でなおかつ、そうフィックスって書くとその書き換えまでやってくれる。でそのオプショナルとあのユニオンが全部消えるわけですよ。全部縦棒になって。イエスリンとハイファイフェリックスと同じ。でそのプルリコを書いてあの誰かレビューしてもらって OK っつったらバージーみたいな、はいはい、感じで回して、それじゃあもうこれもうそのまま 3.10 で、はいはい、まあ、いけるよねみたいな感じ。まあまあまあ、まあ、確かにね。すごいな。すごいっす。え、それは内包してんの、それとも、関連パッケージとして入れるの？何勝手に、さっきのパイアップレードが、いや、ラフに全部入ってる。内包してんの？入ってる。内包されてると思う。そんな安全にうまく作れるのかね。いや、意味がわかんない。でもすごいっす。それは早くでなってるもん。だからそれは通常だとピュアパイソンとかでできてるものが多いと思うんだけど、うんうんうん、それピュアパイソンとかできてるやつをうまく内包してんのかどうかも、ピュアパイソンじゃないしね。いやだってもともとピュアパイソンでできてる機能のやつを中に機能として入れるって大変じゃないですか。全部再実装し直すってめんどくさいし、うんうん、どうやってんだろうな、間違っちゃうしさ普通だったら。どうやってんだろうなって思うんですけどね。どうだよね、なんか不思議だな。それはなんかいい、すごいんですよ。すごいんだ、すごい。そうそうそう、語彙力ないね。とにかくすごい。だからパイアップグレードオンにし、うん、全部いっぺんにやるとやりすぎだなって思ったから、そのパイアップ、まあそうだよね、すごいたくさんあるんですよ、うん、だからパイアップグレードはアップ何番と何番と何番だけとかってやってできるんだ。でそれであのフィックスしてバーって差分出たやつ見て、面白い面白い、であのこれの変更だからっていうのでプルリク書いて、うん、全然あのテストは当然通るし、別に振る舞い変わってないからね、うん、あの書き方は変わってるが振る舞い変わってない、うん、って感じなので、うん、で流してっていうことを、いや、やったし勉強になった。あのスパイアップグレードで怒られるやつで、あ、今こういうなんだっけな、あるんだそういうの。タイピングなんとかでインポートして型チェックしてたやつは、うん、今はそれじゃなくてコレクション、ABC なんとかを使ってくださいとか言われたり、あと何だっけな、なんとかエラーは今もうなくってこれに集約されてますよみたいな、 IO エラーとかあの辺のやつがなんか集約されてますよとかって言われて、知らんかったって。集約されてんの？なんかドキュメント見たら確かに書いてるみたいな、何エラーかちょっと忘れたけど言われたんですよ。エクセプトで取ってるこれはもう今使わないよって、使えるけどこれにまとまってるからこっちにしなさいって言われたんですよ。マジ？マジ？ IO エラーはやばいな。IO エラー。なんだっけな、ちょっと待って。IO エラー。IO エラーじゃないかもしれない。ちょっと何エラーか忘れたけど、普通に使うやつで、はいはいはい、って思ったのあったんだよな、はいはい、あとはあれか。結構使えてるんですね。アパッチエアフローとかファスト API とか。あ、ラフめっちゃ使われてますね。アンナスとかサイパイとか。はい、まだもう。あ、これだ。OS エラーに変わったやつがありますよって、はい、OS, エ OS エラーに集約されてるって。 IO エラーじゃなくて OS エラーを。 OS エラーに何がかな、ちょっと待ってちょっと探してみますけど、はい、はい、っていうとか知らんかったって。まあそうだね、それは急にねそう言われてもね、でまあ動いちゃうんだね。今は動くけどこちらの方がよりいいよって、まあ、今変わってるからこっちの方が将来的にもいいからそっちの方がいいよってことをちゃんと教えてくれるっていうことなんだ。そういうことです。でその辺を、まあ、一つのライブラリーがやってくれるところとスピードが速いっていうところがポイントってことだ。そうですね、今までだったらなんか、うん、あれ入れてこれ入れて複数の組み合わせで、で設定も一個一個書き方違うし、はいはいはい、みたいな、まあ、それはめんどくさかったけど、そうなんですよ。へえ、そうなんだ。フレークエイト入れて、フラグ入れてとかっていう。面白い。
あと IO エラーはね、はい、OS エラーに統合されてます。あ、統合なんだ。バージョン 3.3 で。知らんかったでしょ知らんかったでしょ。やばい、 3.3 の知らんかったでしょ。いや、まあ 3.3 俺使ったことないんで。いや、Python 3.3 とっくに統合されてました。やばい、知らんかったよこれ。マジか、そうなんだ、うん、へえ。はい、書いてあります。ちょっとコメントに。で怒られるんです、うん、パイアップグレード、うん、いい、すごくいい、うん、面白いね、それへんは、うん、まあ当然あの大文字 L リストとか作ってたら全部言われるし、まあ、それは全部当然言われるし、うん、そうかそうか、いや面白いな。いや結構勉強になるのそれ、うん、よかったです。あ、いいよ、早めに開けないと、うん、ユーロパイソン土産をちょっと送っていただきまして。マジでけえな、でかい、でかい、1リットル1リットルなのかな、ちょっと分かってないんだけど。あ、1リットル、いや、1リットルですね。1リットルですか、はい、でかい、はい、本気でかい。1リッター IPA、ブリュードインチェコリパブリック、はい、チェコ人バカだな。チェコはやっぱり330ですよ。350か35か、はい、おかしいでしょ。おかしい、なんだ、おかしい、小顔に見える小顔に見える。いやいや、すごいなこれは。確かにでかいな。知り合いの、パイコンJPでスピーカーやってますが、福田さんっていう、はい、知り合いが、ユーロパイソンにユーロパイソン、行ってきたと。ユーロパイソンは、7月の下旬ぐらい、中旬から下旬ぐらいにやってましたね、はい、今回はチェコのプラハでやってるということで、いいな、関心一人でいいなでスピーカーまでやってきたということで、うん、まあ、いろいろ私も一緒に本を書いたりとかもしてるし、コミュニティでも一緒にいろいろ活動してるので、その関係でユーロ行くっていうんで、ちょっと久しぶりに私も支援というのは、旅行をどういうふうにしたらいいかみたいなことをちょっとしてみたりとか、まあ、高則さんが、トークはもうちょっとこうした、もうちょっとトークの方法でこうだよみたいなことを支援したりとか、まあ、そんなのもあったので、お土産にぜひ皆さんで飲んでくださいということで送っていただきまして、今日のこのためにいや本当こんなんじゃないですか、1リットル1人で開けるの苦行だよね。やばい、いやビール送ったからって先に言われた時にさ、ああ3号缶が何本か入ってくるんだろうなって思うわけですよ、当然ね。何を言ってるんですか。で送られて、何言ってるの、チェコのビールですよみたいな、これに決まってるじゃないですか、1リットル缶ですよみたいな、びっくりして、なんでぜひあのみんなで持って行って飲んでください、ここで飲んでくださいってやったので、ご用意いただいてます。これからいただきます。1リットル消えるな。しかも色濃いな、うん、結構茶色い。ほんとだ、すごい、うわ、うわ濃いねこれは。でもね 6.3% だって、うん、そこまでアルコール度数は高くない。苦いな、でも結構 IPA らしい、 IPA、 IPA らしいのかな、分かんないけど、はい。で、ユーロパイソンは、今年も1300人が、人数多かったみたい、多かった、いて、結構大盛り上がりだったみたいですね。話はいろいろ私も聞いたんですけど、その後、あ、ポッドキャストね、そうですね、ポッドキャストまだ公開できてないです。あ、まだですよね、はい、はい、はい、すいません、今いや、別にいいっすよ、別にいいっすよ、公開待ち中なんて、公開待ちというか、チェック中というか、うん、はい、編集中というか、そういう感じなんですけど、いろいろ話は聞かせていただきまして、楽しみにしよう、うん、そうですね、プラハいいな。プラハの話は全然してないんだけど、そっか、カンファレンス自体がやっぱり、まあだってそんなにね、街でなんかとかしてないっしょ、うん、ほぼカンファレンス、うん、一日、何、観光日っていうか、うん、のはあった、うん、あったんだ日が、うん、まあ、スプリント最終日だ、ね、最初の日だったんだけど、うん、スプリントに行っちゃいましたと。ああ、なんで、うん、ほぼ観光ゼロ、はい、はい、ただスプリントを楽しんだ、でスプリント楽しんで、うん、スプリント
の場所がちょっと別の場所だったんで、ああよかった、まあそれでちょっとそっちの方面行けたんで、ちょっと観光ってことはないけど、まあ少しちょっと回れたっていう話はしてましたね。電車で行こうとしたら電車の乗り方が分かんなかったっていう、ね、あ自販機がよく分かんなかったっていう話をしてて、まあそれちょっと本人からまた聞きたいんで、ちょっとそれぐらいしてもらっていいかな。はい、ちょっとわかりました、うん、ネタバレ、はい、わかりました、はい、本人から聞きたいんで、本人からね、うん、はい、じゃあ分かって、チェコな、そっか、ミールありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、本人から聞く話もあるかもしれないけど、一個だけじゃあここで、うん、はい、まあ、そのスプリントに行ってすごい良かったなっていうのは、Cパーソンのスプリントに参加したんですって。すげえな。でなぜかっていうと、最後にルカさんが来てて、先ほど出たタイランドの、キーノートスピーカーのルカさんと参加した人って最後の写真撮って、うんうんうん、彼のトークも聞いてもらえたらするんですけど、はいはい、まあ、で明日来んのって言われるじゃないですか、よくあるじゃないですか、スプリントで最後あったら、なるほどね、明日来るの、なるほど、言うわ、ね、なるほど、言うわ、明日来るのって、うん、はいはいはい、でも帰らなきゃいけないのね、もう帰らなきゃいけないって言わなきゃいけないけど、うん、まあね、いや特に予定決まってないしみたいな感じだったんで、うんうんうん、なのでせっかくなので C パイソンのやつに行ってきて、うんうん、本当に小さなねドキュメントとかそういうのの修正とかを、うんうんうん、やったぐらいだったけど、うん、まあすごい、いやでもマジされたら C パイソンコントリビューターですよなのかな、ちょっとわかんない、なんか、CLA ライセンス、はい、コントリビューターライセンスライセンス、CLA の話はそんなに分かってなかったみたいなんで、ちょっとひょっとしたら違うのかもしれないなと思いつつも、まあでもなんかちょっと一緒にやれたのはすごい楽しかったっていうことは、やっぱりそういう活動をね、まあ初めてやったんで知らなかったんで、ぜひなんか日本でも一緒にやってみたらっていうのを私がお勧めしておいた、あのそういう活動っていうか、まあ C パイソンじゃなくてもいいんだけど、 C パイソンでもいいしっていう、なんかちゃんとすごい簡単なやつが用意されてて、イージーな、はい、イージータグがついてるやつ、ね、うん、すごいすごい良かったって言ってましたね、はい、これはということで味が濃い、これは味が濃いね、これを1リットル飲むのか、これ飲むの難しいね、これマジで1リットル、これもし1人だったら1人だとめっちゃきつい、ね、これきついね、めっちゃきついわ、高野さんでもきついっていうのは、いやこれ1リットル飲み続けるのきついわ、きついねこれね、なんか度数がとかじゃなくて味が濃いからね、濃い、あ、そういう系な、重い、もうちょっと飲むけど、手前にこれを置いたのが危なかった、あ、余計にさっきフルーツでめっちゃ軽かったからさ、フルーツだったから危なかった、はい、じゃあそっち、めっちゃ違うよ、そ、なんだろうね、あの苦いよりはなんか、うん、カラメルっぽい感じですよね、そうそうそう、の味があるから、ちょっと違うんですよね、味わいが、これはね、チェコとかこういう感じなの、全く見えないか知らないけど、いろんなのがある、まあ、私の中のチェコはもうピルスナ、うん、ピルスナ、チェコといえばピルスナ、へえ、あ、そうなんだ、うん、あ、そういう感じね、分かってないからそういう感じか、何が、ここに書いてねえのかここに書いてねえのかな、へえ、日本の話しかないかな、チェコといえばピルスナなんですよ、あ、バーリーって書いてんな、バーリーやね、ウィートモルト、はいはいはい、なるほど、なので、うん、いや IPA とか作ってんだなって思ったぐらい、そうですね、ああそうなんだ、逆に、うんうんうん、おお、なるほど結構モルトだな、うん、うん、ロースト感、うん、はい、なるほどね、重いですね、そういう、うん、なんか美味しいけど1リットルはなかなか大変だなみたいな、あ、でも苦くて重いんじゃなくてよかった、うん、苦いんじゃないんだよね、俺は苦くて重い方がよかった、あ、私はそっち、ね、俺は苦くて重い方が得意なんで、私はこっちの方が割と好き、うん、あ、確かにね、あのダークメンのやつとか好きだもんね、そうだもんね、まあまあ、そうだね、趣味が違う、違う話でしょ、うん、ちょっと違う話で、はい、戻りますラフの話をした、はい、したメイントークで何か気になったのありました、例えば、うん、そのアップデートでもう覚えてないと思うけど、頭からいきます、そう言われてみると、だからそこまで、あ、さん的には何だろうな、スピ
ピードアップの話がそこまで出てないのがびっくりしてる。確かに、うん、1年半前2年前は結構盛り大盛り上がりしたのに、え、大丈夫って忘れちゃったのって。でもアイコン US 弾いてた時には、結構なんかこの辺が変わるからって言って、結構スピードアップの話的なことやってたような気がするから、やってますね。なんかちょっとなんかどうなのかなっていう。あ、そうそう、ジルの話は、ペップ703かなんかだなっけ。ペップ703ぐらいだったんですけど。メイキング・ザ・グローバル・インタープリター・ロック・オプショナル。あ、ジルをそもそもオプションにする。オプションにするが、あ、でもまだドラフトか。まだ、ステータスはドラフトなんだ。で、13。3.13 って書いてるけど、ドラフトですね。来年ね。来年に。やろうとしてるっていうこと、ハイフンハイフンディスエーブルジル、へえ、でオプションをつけるっていう、そんな動くのかねって感じがするけどね。その、あ、結構今でも議論、なんか10時間前に最後のディスカッションがあるから、まあ、結構ないですね、はいはい、っていうのを試しに入れて動かすなのか知らんけど、はい、ね、そうね、なんかちょっとなんかそっちにも動き出したなっていう、ね、手付け出したなって感じが、なんか布石を巻いてって感じなんですかね、やっぱり。ロジル周りがね、なんかちょっと話題。タイヤ行ったら話聞けるんじゃないですか。ああ、そうですね。ルーカスさんから。ルーカスさん直接。その話両方難しくない？英語も難しい。わかる。ジルの話も分かる分かる。両方難しい。それ聞いたところで、あの前に難しい&難しいだね。パブロさんと、あの、前にちょっとこの前話したと思うけど、US 行った時、パブロさんとルイスキーパーティーの時に話してる時も。もうついていけないけど、ずっと C の実装の話を2人でさ、延々とさ、その時って誰と誰で喋ってたの？パブロさんが聞いてたの。パブロさんに質問してる若い参加者、知らない人がね、参加してる人がいて、で、私は、ちょっと登ってきた時に、そのもうすでに、あ、パブロさん戻ってきたわっていう感じでいて、ちょっと挨拶ぐらいしようかなって思ったんだけど、なかなか終わんないし、聞いてたら終わらない。アコーディオンを弾いてたオースティンの隣にいたんで、さっきはありがとうみたいな話から、それが C どのくらいやるみたいな話をこっちで向こうでうわってずっとやってたの、 C の話で。その人も、いや、まあ、ファイソもそうね、そもそもそんなにやんないらしいんだけど、そのだからでもまあ、スイートとかやるらしいんだけど、まあ、そんな C の、 その低レベルはそんなやんないって言って、ファイソもやるけど C はねって話をまあするわけじゃないですか。よくあるじゃないですか。そんなに私も C やんないしさ。で、ずーっとその話をかしてるんだよね。ずーっと。わかんないわ。全くついていけないしさ。ついていけないっていうのもわかんないな、そこは。まあ、もともとね、メンテナーとかやってないとね、どこの話をしてるのかっていうところから始まるんじゃないですか、とは思って、まあ難しいですよね。難しいよね。だからルカさんにジルの話聞いてもさ、結構難しいかなって。まず勉強してからちょっと話しましょう。そう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 、お前もうちょっと勉強してから。確かに確かにそうだな。ジルのお前どこまで知っとんだよって話。確かにそうだね。いや、ちょっとごめんなさい。それはそうだわ。で、その説明からさ、英語で説明もらってさ、聞いて理解できるかって言われてさ、すみません、私に誰か、あの、ジルの説明、日本語で日本語で誰か C じゃない、ジルの話です。いや、ジルの話です。ジルの話のポイントを、ポイントを聞かせていただけると嬉しいかな。誰ができるか、稲田さんできるかな。稲田さんは見てないですよね、今日はね、ここでね。すみません、稲田さんは知ってると思うけど、なんか今の話で思い出したのは、はい、やっぱりその、詳しいと説明ってすっごい難しいなと思うのね。完全に詳しければ丁寧な説明もできるかもしれないんだけど、あの、どこまで知ってるかとかっていうことによって、どこのレベルに落としていけばいいかとか、上げていけばいいかっていうのがよくあるじゃないですか。あれがめっちゃ難しいなと思ってて、はい、まあ、Python だと結構、まあ、そういう明日になるけど、まあ、慣れてきてるから、私もその、いろんな人のレベルがいるってことが分かってるし、こういうふうに説明したら、このレベルの人だったらこういう感じで捉えてくれるなって慣れてるからいいんだけど、まあ、ほとんどのこと慣れてないじゃないですか。はい、特に実装者はそんな慣れてないと思うんですよ、その質問とかに対して。分かんないけど、まあ、
だからめっちゃ難しいんじゃないかなと思ってレベル感を合わせて説明するっていうのが、特にジルみたいなものに対して、まあ、必要な求めるレベルが高い違うんじゃないですか。高い、うん、だって Python のなんかさ、そのコーディングして何かを動かすってアプリケーションを作る世界とは全然違う世界で、コンピューターサイエンスの世界もかなり入ってくるし、うんうんうん、ってことだよね、うん、言語実装とかそういう話、うん、そっか、うん、いやこれ思ったのはこの間まあ某合宿、一緒に田中さんも言ったけど、うん、某合宿で写真のことを教えてて、あ俺は教わったか、うん、俺は、うん、そのレベルに行って、うん、寄り添ってないなと思った、うんうんうん、寄り添い方を知らないんだよ、ね、うん、なぜならば、うん、私は高校1年生で知ってることを喋ってるだけなわけですよ。あ、うん、だから高校1年生とか高校2年生ぐらいまでに知ってることを喋ってると、うん、まあ、ある意味常識みたくなっちゃってるんですね、こっちとしては。そこでどう勉強してきたかなんてのはもう、うん、まあ、飛び越しちゃって、まあ、一気に来ちゃってるから、うん、でも全高校1年生が知ってるわけじゃないでしょ。いやもちろん常識じゃなくて、私が高校1年生で知っちゃ好きでね、知っちゃったから、うん、どういうふうに勉強してきたかなんてもう全く覚えてないわけで、ね、それはなんか逆に言うとプログラミングは私は大学とかそんなやんなかったから、うん、後からやってるから、うん、なんかその順番にやってきた気持ちは少し覚えてるわけよ、うん、あ中学校高校でやって、いや別に理解しちゃってることをもう一回紐解いて、どこのレベルに立ってどういうふうに教えたらいいのかっていうのが、言語化できない。言語化で、それルーカスさんも多分コンピューターサイエンスとか多分大学ぐらいでなってやって、だから多分天才的に分かっちゃってると思うね、パブロさんとかも、なんとなく雰囲気だけど、これ分かんないけど、そういう人に俺のコンピューターサイエンス力となんかぶつけ合った時に異なる部分があるのかっていう不安があるわけよ。そういうのが少し思っちゃって、やっぱそこをなんかもう一歩寄り添えるってなんかそういう人いないかなって、いないんだよね、なかなか。それは特にジルの話まで行っちゃうと、うんうん、で難しいなと思って、うん、でもね、写真教えてね、本当に思った、まあ、伝え方難しいし、なんでそれ分かんないのか、まあ、理解が全くできない。なんで分かんないのってトーンで、最初記憶がなんで分かんないのってトーンになっちゃう。ダメな先生ですけどね。そうだね。先生としてはダメなんだけど。マウンティングはしてないんだけどね。マウンティングじゃないかもしれないけど、うん、そう聞こえちゃう。わかんない理由がわかんないからさ、こっちは。そう。それ知りたいんでしょって。それ知ってて、それ使ってんでしょって。なんでそれでわかんないのみたいな感じになっちゃって。そういう。こっちとしてはね。そういうと、うん。いや、難しいなと思ってね。うん、確かに。まあ、英語喋れる人から。どこまでわかるみたいな。どこまで喋らないと。どこまでわかんの、確認しないと。それも確認方法が分かんないんだよね、ステップが。あ、そういうことか。関数分かる。あ、そう点数分かる。点数分かるのが。左手の足のそっちに飛び込んじゃったから。そう、飛び込んじゃってるし、分かってるし、全員そんな、レンズに横いうスペックがでこうなって決まってんじゃないですか、みたいな、そういう感じから始まっちゃうじゃないですか。うん、全然。じゃあそこから行くのって言ったら、じゃあ何か、まあいいか、前、何でもね、そういうなんか別の立ててもいいんだけど、いいけど、はい、プログラミングでもそうだなと思って、いや、難しいなと思う。難しい。うん、まあ、でも聞く人間違えちゃいけないですよ。ルーカスさんに聞いちゃいけないんですよ、私は。なるほどね。そこにルーカスさん、英語力、日本語力、英語力、日本語力だけの問題じゃない。そうだね。そうだね。そこはもうちょっと適切な。ビールの話とかしてた方がいいよね。なんで？いや、だからそういう話もできないからさ。ビール何好きって。ああ、こっちだったね。ウイスキーだったらどれがウイスキーパーティー、それいいね。そう、そういう話でいいじゃん。ウイスキーパーティーだと、日本のもあったから、これなんていいのって、こっちいいのって、お前自分のジャパニーズウイスキー好きって、これなるよっつって。それで楽勝だ、それ楽勝だ、それで楽勝だ。それはね、日本来たことある？そう、日本来たことあるとか、一回行ってね、とか、そのなんか、これがね、とかって話だね、全然ね。楽しいじゃないですか。そう、うん、全然仲良くなれるんだけど、飲んでるとこでさ、Cパイソンの話しなくてよくない？で、この人さ、2人で座ってさ、あなたはずっと1時間ぐらいまでずっと2人でやってんだよ、それ。隣で。まあ楽しいんだろうね。楽しいんだろうね。楽しいんだろうな。めっちゃ楽しいんだろうなと思ってたけど、まあ、もう誰も近寄らなくなってきた。当たり前だよね。いや、こっちはさ、外でさ、外側で別の人とかと、また新しいな
その新パイソンの話をしてるのはその2人だけです。ただ永遠とずっと、じゃあ場所を移してまでなんか下で座りながらずっとなんかメモをしながらなんかやってたような感じぐらいまで行ってたけど、飲み会ですごい、こっちはなんかあの別の人とかがカメラを持ってて、はい、でまずカメラの話で、でカメラとかでこうやって撮ってるって言ったら、うん、いいねってちょっと、ね、いいってカメラ俺の好きだよと聞いて、別の人にね、そうや、いやこれいいよとか、またそれで撮ったりとかしたら、いや、まあ、面白いじゃん、なんかそういう話もさ、そのぐらいはいいですよ全然。俺だってそこでジルの話とかシーパイソンの話のシーンの拡張の実装の話はちょっと無理っていう、まあ、それだけのこと。日本語でできんのか。そう、日本語ではできません、はい、日本語でできんのか。日本語でマジで体調めっちゃ良くてもできないんで。そうでしょ。大変申し訳ございませんでした。できません。言語の問題じゃなかった。言語の問題とか酔っ払ってるとか時間とか、そういう問題ではない、うん、そういう問題じゃない、うん、ああそうね、うんうん、みたいな、うん、ね、うん、いやね、そうですね、うん、だって、だからタイ行っても別にその話はない。戻っていくからやけど、ルカさんその話はないです。そうですね、はい、そういう残念ながらね、ううだからタイ行くモチベーションとは関係ない。日本いつ来るって話するくらいでね、うん、まあね、まあそうね、うん、呼んでよって言われるだけだと思うんで。いやいやいや、呼んだら来んのって話まずしないと、うん、もう来んじゃねえの、わかんないけど。いや、わかんないです、わかんないじゃないですか、そんなの聞いてみないと、うんうん、まあそれはそうですね、うん、はい、その通りなんですけど、はい、行くよっつったら行くよって言ったじゃんって言えるじゃん。そう、お前言ったやろって。そうね、グイドさんみたくね、安請け合いしないですよね。安請け合いしないからね。そうそう、グイドさん安請け合いしない、安請けしない、あの人はしない ね、あの、うん、もうそんな時期はとっくに過ぎたから、きっと安請け合いめちゃくちゃしてたことが絶対昔俺あったと思うのよ。そうだ ね、 あ、そうね、言うてもそんなのずっと、そうだね、ずっとそうだよね、だからなんで来ないのとか、なんで来てよとか、もうそんなのはずっとやってたと思うよ。 そうね、その時期はもう終わったんだよ。まあ、それはそうだね。もういいよって感じ。いいよって感じだよね。あ、楽に行かせてくれよって来るんで行ってもね、うん、あ、そう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 、あの、まあ、キーノートとか、まあ、どうしてもさ、呼ぶとキーノートクラスにしたくなっちゃうんだよね、うん、こっちも。じゃあね、もう隅っこに座ってこうやってファーってしてなんか話しかけられたら、ちょっと喋るみたいな、その枠でね、うん、その枠で招待するんでって、あ、そう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 、いてくれたらいいんで、まあね、来てくれればね、もし来てくれたら、ね、うん、それはすごいことだよね、来たらね、うん、ちょっと私は、はい、手洗いとか行きたいけど大丈夫かな。あ、ね、私は大丈夫ですけど、ね、なんか話題とか、なんか何かの話題的になんか、どうですか、ちょっと私がちょっと抜けますけど、いや、コメントは全然なんか流してくれたら私がそれをネタで喋るかもしれないんですけど、今のところ全然流れてないんで、はいはいはい、今一生懸命投げかけてないっていうのもあると思うんですけど、そうね、こっちちょっとごめんなさい、ちょっとこっちがすいません、大変申し訳ございません、はい、とりあえず乾杯に間に合って平時ジェーマが拾ってるんで、はい、でインシデントの話をしたんで、はいはい、じゃないなんかそうですね、うん、こうトークネタを振っていただけると、それについて漏れなく私が喋るかもしれない、うん、かもしれない。あ、ちなみに今日何時までやるの？明日移動じゃないですか。まあまあでも今日帰れればいいんで普通に大丈夫ですよ。今日帰れればいいんです。強いな。普通で強いな。はい、帰れないの困るんですけど。いやいや、それはそう。それはそう。荷物は持ってないんで今日。今日泊まりとかないんで。ああ。さすがにないし、あと今日移動もです。あ、今日移動はします。最終新幹線とか、はい、それちょっとやめました。さすがにね、もうそうそう狙って。そうね、ここでやって、ここでやってそのまま移動、面白いね。さすがにちょっとそれやめました。それちょっとやめました。あの、ちょっと時間結構ギリギリなんで、そろそろ多分出なきゃいけないね。ですよね。新幹線。新幹線10時ぐらいだと思うんでね。なるほど。はい、なるほど、なんで、はい、ですけど。ちょっとまあ、教え話をちょっとだけ、まあ、はい、まあ、ちなみにPython Bootcamp は明日私は講師一緒にやるけど、うん、今日見たけど Python 10になってる今、うん、Python 3.10 になってて、ね、って感じだよね、うん、なんか結構最近テキストの更新も結構してる感じはしてるんだけど、うん、たまに私もアップループしたりとかしてるけど、うんうん、細かいとこだよね、してんの、ね、あ、そんな大きくはしてないです。大きくはしてないです。大きくはしてない、ね、マッチケースとかやってないです、うん、だよね、そういうのをね、私はちょっと教えられない、マッチケースとか教えられない。マジっすか、うん、使ってないんでね。マッチケース教えられないっすか。教えられないですね、すいません。使ってるパターンにマッチしたら、まあ、それはあれですけど、なんか、ちゃんと教えられないなと思って。あ、ちゃんとは無理っすね、うん、ちゃんとっていうか、そんな使ってない、私全然使ってないから。あ、私もそんな使ってない、私も使ってない、全然使ってない。まあ、Python のマッチケースがそんなに最近どこでやったの、宝さんは。
最近もやってるよね。やりましたよ。結構やってるよね。だから、先月急に言われてもね、出てこない。出てこないですね。どこ行ったのかなと思って。ちょっと待って。いやなんか今見てる、うん。コンパスを見る。あれ？鹿児島。あ、鹿児島行ってたね。5月。あ、5月に。5月だね。結構前だね、もうね、そんなのね。5月。うん。確かに。結構前です。どう？なんか教えてなんか変わったこととか、なんかこう面白みとかなんかそれなんなんとかこういうふうに新しいこういうことやってるとかなんかある？うん、新しいなんかは別に。そんなにやってない。まあ、復活してきて、まあ、ペースを戻してるっていう感じ。そうですね。うん。まあ、2年ぐらい、まあ、やれなかったじゃないですか。うん、ルートキャンプってで、私も去年の9月久しぶりに会った時もちょっとなんかペースつかめなくて、うん、前で、まあ、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回ぐらいはやってたから、はいはい、ちょっとやれば思い出すっていうか、うん、ああそうです。そうではない。うん、そうではなかった。そうではない。やったのがちょうどペース戻ってきちゃうぐらいだからさ。いやまだっすね。まだですか。まだっすね。そこまでじゃないんだ。だって11月やって、うんうん、去年の11月、うん、今年の5月、うん、で9月。あ、まだ2回しかやってない？戻って。戻ってもう1回やってます。そのさらに前7月に広島。でもそんなもんか全然。1年半年ぐらい空いちゃってる半年以上空いちゃってるからなのでそんなにペースがあって、うん、戻ってるわけではないんだ。まあでも、うん、昔のペースでは無理っす。なんどういうこと？いや他にやることがあるから。そんなやることが増えた。はい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 。あ、まあ3ヶ月いっぱいペースで回ってきたところでそこまでいけるかどうかっていうと、いや逆に大変いけますって言いづらいっつうか、はい、はい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 。まあそれはそうかもねっていうのはあるかなと、うん、まあ、私もねそこまでが、まあ、そこまでって私も言ってないんで、うん、ちょっと減らしてもらってるところあるから。そうですね、うん、だけどいやちょっと久しぶりだしちょっと去年のこと思い出さなきゃいけないけど、うん、そうですね、思い出してください。もちろんね思い出して、うん、あもう飽きそうです。あそうです、よかったよかった、開けられた。飽きそうです、うん、私も飽きそう。なんかどっかどこポイントにしてどう注力しようかなとは思ったり。あまだ決めてないんで。確かに前回も清水川、私の歌詞は前回清水川の話ですけど、TA、うん、ああそうなんですか、うん、時間配分とか大変そうだったなっていうのは覚えてます。そうそうそう、まあ、聞いてる話によると清水川さんと新井さんは時間配分いつも間違えてるっていう噂を間違えてるわけではないと思うんですよ。重要視してる、途中で重要視してるね。いやそうだから、ポイントが間違えてるとは言わないと思うけど、うん、そうか間違えてる、いい、うん、悪い言い方したね、うん、違うね、比重が違う、そうそう比重が違う、そうそう比重が違うんだね。そうそう、うん、そこは個性だと思ってるんで、うん、もちろんもちろん、うん、それはこうしないよ。私は前はだって何やってたかって、うん、30分延長を 1ヶ月前に言うみたいな、うん、なるべく30分延長してほしいみたいなことを会場側に頑張って伝えることを昔はよくやってた。まあ気持ちは分かる。そう、ちょっと見て、30分ここで伸びると、まあ、随分違うんで、いややりやすい、めっちゃやりやすいっていうのを結構調整してる回はたくさんあるわ。まあ分かる、うん、これいける。え今回は今回だって逆にずっと頭をクッとこう押したってかなり短い。あそうなの、ちょっと短いと思う、かなり大変だったから。え大変ですね、うん、まあそうね、だから30分ちょっと最近は言ってないんだけど、うん、みんな言ってないんだと思ったから最近言ってないんだけど、うん、延長もなんでちょっとどうしようかなっていう感じはしてるけど、まあ逆にまあ慣れてきてるのもあるかもしれない、うん、講師として、うん、慣れすぎちゃってて変なんか飛べしちゃうみたいなところもあるのかもしれないから、まあ、そこはちょっと注意が必要だなって思ったり、そうね、前回やった時にはちょっとペースは結構大変だったな、久しぶりだったから、うん、それはそう、うん、あそういうの本当にちゃんとし、ジェラさん、どっちも TA してないの？ああ、うん、私が、そうです、はいはいはい、なるほど。どっかで、まあそのうち、うん、機会があれば、機会があれば、あれはね、うん、いや、来ないね、コメントが。ね、みんなもう飲んだくれてんじゃん。あ、飲んだくれだった。飲んだくれてるんじゃないかな。ちょっと立ちたいからいい、立って、ちょっと立って、ちょっと立って、うん、ね、何の話しようかな、何の話しようか、韓国行く話とか、ちょっとコリア、韓国行く話、行く手前の話、あコリア、こういう韓国、ね、どうやってや、まあ、え、どういうこと、ANA じゃないですけど、 ANA じゃないか、
今回違うんですよ。足穴です。今回足穴で行きます。あの特典航空券で行きたかったんだけど、うん、全然取れず、うん、ANA が全然、まあだってさお盆、まあですよね、ほぼお盆なので、うん、で足穴を特典航空券で頑張ってさ、頑張ってさ、上がります、そうそう頑張って探して、はいはいはい、でそれで行きますよと、はい、で、で台北が ANA でしたっけ。台北はまあ ANA ですね、うん、はい、はい、で韓国は行って、うん、まあ、前の日かな、前の日普通にあの、うん、カンファレンスっていうかイベントは3日間確か、あ、3日なんだ、あるんですよ。だけど、うん、初日は、初日はなんかチュートリアルとスプリントをやる日らしくって、チュートリアルとスプリントを一緒にして1日、あ、そうそうそう、はい、11 8月の11、12、13で、うん、そういうイベントになってるんで、11日に私は移動します。11ってことは金曜日か、金曜日、うんうんうん、しかも、まあ、祝日、あ、そう、これがこれをちゃんと、しかも山の日取れた金曜日の便が夜遅くて、はい、おー、何時、向こうに着いたら、うん、多分時差ないから10時半、はい、10時半、おー、だから空港着いてからホテルに移動できる、移動するのを頑張らないといけない、終電とかそういう感じで、ね、そうそうそう、そうだ、これちゃんと調べなきゃいけないんだった。まあなんかウーバーとかそういうの最悪ね、うん、最悪それだと思いますけど、最悪それ。ホテルは、ホテルがソウル市内、そうですね、でインチョンちょっと離れてるんですよ、離れてます、インチョンは離れてます、うん、そうそうそう、インチョンなんですよ、そうそうそう、インチョン、まあ、足跡とインチョン、うん、インチョンだったはず、そう、ちょっと離れ、インチョン以外にありましたっけ、離れてるんで、そうですよね、うん、あ、キンポっていうのがあるんですけど、はい、キンポはでも国内、いや、羽田だとあるんですよ。で、だからそのインチョンからホテルまでの移動どうするかをちゃんと考えないとやばい、ね、そうだ忘れてた、やんなきゃ。でホテル、もうその日はもう寝る、うん、みたいな、うん、ついて寝るってやって、次の日からカンファレンス、カンファレンス、カンファレンスデーから2日参加、あ、そう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 、はいはい、でカンファレンスデーで2日参加して、うん、終わったら、うん、あとがあれどうしたんだっけな、あれ、その日に移動するにしたんだったっけ、うん、あれ俺どうしたっけ、あ、最終カンファレンスのデイ2の夜か、そう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 、あれどうしたっけな、終わった翌日の、ちょっと待って、ちょっと待って、忘れて、はい、あ、違います、カンファレンスの次の日ですね、あ、次の日、次の日に移動する、だからカンファレンスの日は、うん、2日目の夜もホテルは同じとこに泊まり、はい、え、合ってんのか、うんうん、ちょっと待って、ここ、あ、合ってる合ってる合ってる、で朝早くに、うん、早い、あ、まあまだ決めてないけど、まあ一応朝早く起きて、うん、ね、そのソウルのホテルを出て、うん、また2時間ぐらい移動し、ですよ、ね、レゴランドに行きます。レゴランドソウル、はい、レゴランドコリア、コリアソウルからちょっと遠いんです、あ、なるほど、レゴランドコリアに行き、それは東京ディズニーじゃない、そうそうそう、ソウルじゃない、レゴランドコリアに行き、はい、でそっちでホテルは一泊だけ取ってて、一泊するんですね、なるほど、だからその日は一日レゴランドで遊び、うん、でそっち側にあるちょっと離れたところにあるホテルに泊まり、で次の日はまあ移動しながら帰るみたいな、うん、レゴランドとカンファレンスの会場とソウル市内と空港の位置関係が分かってない、うん、あーんと韓国あるじゃん、はい、縦に韓国こうじゃん、はいはい、そうね、韓国こうじゃん、長方形ぐらいで、ここインチョン、はいはいはい、この辺ソウル、ね、うん、レゴランド、あー逆側かって感じ、そっかって感じです、インチョンが真ん中、いや、インチョンは端で外です、もう本当海なんで、近いだね、インチョン、うん、港町ですね、そうそうそう、インチョンっていう町は港町で有名な、昔から有名な町ですね。そうなんだ。そうですね。はい、港湾の町、昔はね。まあっていう。逆側。レゴランドが内陸にある。そうです。逆側にあります。逆側。いやいや、しょうがない。まあしょうがない。しょうがない。日本のためなら。しょうがないんで。やむを得ない。やむを得ない。っていうことします。
8月のお盆時期だよね。そうです。11、12、13がカンファレンス、うん、で 14にレゴランドに行き、15日に帰国、15が移動日、はい、両方インチョン、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 インチョンです。はい、そうです、うん、ですです。インチョン行ったことないんだよね、私もね。あ、本当ですか。めっちゃ綺麗ですよ。らしいですよね。めっちゃ綺麗。金浦、この間ソウルの時金浦だったんで、金浦、うん、は便利だよね。当たり前だけど近いからね、うん。昔行った韓国3回ぐらいしか行ったんだけど、うん、昔はインチョンない時代に行ったことがあって、うん、でインチョンできてインチョンかなと思ったけど、やっぱりさすがにこの間もやっぱり金浦だったね、うん、ソウル市内に行くならね、あとで金浦もうでしょうね、うん、そう思います、私だってそっちにしたいわって感じ、うん、本当は。でも足に穴が飛んでない、うん、得点が飛んでない、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 ああ飛んでるけどほぼないね、うん、あ、ないですね、ないですね、ないですね。まあ羽田だもんね、はい、羽田金浦、まあ逆に帰りはインチョンさっさと入ってもう空港内でダラダラするとかできるから、うん、インチョン、まあまあ、あ、そうなんだ、インチョン入っちゃえばラウンジとか、まあまあまあ、広いから、そうね、広いんで、それはすごくいいんですけどね、うん、って感じ。そうなんだ、楽しみだね、海外ね、そのね、ファブレス、いいな、まあ、楽しみですが、まあそうですね、やっぱり英語発表があんまないんでね。ああそうね、カンファレンス自体がね、うん、まあブースとかで楽しめたりとかするかなとか、うん、とか、まあまあ、ウォンハンとか4軍はいるでしょ、うん、と、ね、いるでしょ、さすがにいるでしょ、4軍いなかったらびっくりしちゃうっては思ってるんで、まあそういうところに頼るぐらいかなっていう、ね、まあそうだね、楽しむところは、うん、多分日本人いないんで。ああそうなんだね、多分ね、韓国行く人いないですか、誰か、パイコンコリア誰かいないですか。スギさんお風呂入ってきます、また。ああ、またお疲れ様です、はい、うん、どうなんだ、そうか、なんか来年は興味あるっていう人がいたんですよね、はい、今年行ってほしかったで、まあ、次のまでには、まあ、台湾も、台湾もある、台北だね、はい、台北は、よくやってるあそこの中央、あそこです、あそこです、いつものあそこです。で2日間イベント、うん、そうです、うん、めっちゃ日本から行きそうな感じがしてんだけど、知り合いなんかすごいいっぱい行きそうでって感じだよね、多分ね。そうですね、10人ぐらい、うん、10人ぐらいいる、そうそうそう、スピーカーも結構多いもんね。スピーカーは4かな、4人なんだ、うん、スピーカー4で、高森さん、私、立花さん、福田さん、うん、そう、4人、4人、うん、観測班4人、うん、すごいね、うん、まあ、でもなんかその4人のメンツ見ると飽きたなって感じ自分入れといてなんだけど飽きたなみたいな、もうちょっといないの新しい人みたいな感じ。福田さんは新しめだよ。まあまあそうだけどさ、もうユーロ行っちゃったから、もうユーロ行っちゃったからね。そうね、確かにね、同じ内容、同じ内容、確かにね、そろそろこうニューフェイスをね、ニューフェイスだけどね、彼はだから彼はニューフェイス、あ、まあ、それかわいそうだよ、それかわいそうだよ、それ一回ユーロ行って発表したからニューフェイスじゃないとか言ったら、それはそれはちょっと立花さんそんなにせやな、そこまでじゃないっすよ、せやなだけど、せやな、それかわいそうだよ、そうだったわ、ごめん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 、フレッシュさないな。なくあるあるある。全然フレッシュだから。まあ、そこでさ、だって何まあ、清水川さんとかさ、そこだったらね、まあ、ニューフェイスな感じしないじゃん。そうかね。何回かある。そうか、ごめんごめん、ニューフェイスだった。ごめんごめん、ね、ごめんごめん、ニューフェイスだった。皆さんニューフェイスだった。俺だけが違った。高根さんが違う。失礼しました。まあ、あとはまあよく会う人が多くなってるのはまた確かにちょっと寂しい感じがするけど、でもそれでもまあそういうとこが常連になったりとかしてくれればね、すげえいいなと思うんだけど、立花さんもねたくさん出してるからね、いろんなところにね、まあ台湾はね行くのがおすすめなんでね、あのどうですかこれ見てる皆さんも行けませんかみたいなね台湾のパイコンに今からでも参加したいと思ったら9月の前半だっけ、9月前半で最初の、そうですね。なんで、行って2泊ぐらいすればいいの？うん、最低でも。まあ最低2泊。まあできれば3泊。うん、3泊ぐらい。東京からだと3時間半ぐらい？台北だと。かな。まあだって沖縄のちょっと向こうだからね。うん、まあそうだよね。まあ、そこまで遠くはない。4時間はかかんない。っていう感じで。
ちょっとね、飛行機ちょっと調べたんだけど。ビールください。あ、はい。高くないですか？高いっす。うん、高い。高いっす。うん、高いっすよね。高いっす。ね、あ、普通だと、普通だと、うん。普通のやつは高いっす。ね、高い。ダメっす。普通じゃないやつあった？フルサービスキャリアは高いっす。フルサービス高いっす。ああ、そうだ。フルサービスじゃないと安い？まあ LCC。まあ LCC だと安い？安いっすよ。安いんだ。か、あとは日本じゃない。いやでも高いよね。うん、高いです。あ、私日本じゃないんですけど高いですよ。でも高いよね。私今回ちょっと調べたんだけど、うん、あのその日程の、うん、ANA と、うん、エバーと、あ、エバーも調べた。はいはいはい。チャイナエア、はいはいはい。3つ調べたんだけど、うん、あ、まあ JAL は調べなかったんだけど、だから2つの4つぐらいでしょ。うん、あのメジャーっていうか、まあ、まあまあ、まあ、台湾そうですね。台湾のあれからすると、はい、2機のかな。北海道のメロンです。メロン？メロン。大丈夫か？大丈夫か？メロンエール。台湾ってどのぐらいで行けるイメージだった？どのぐらい？5万円、往復の。5万円。5万円ぐらいだよね。近年大体5万円ぐらいの時期が一時長かったような気がするけど。ブリュードウィズ北海道夕張メロン。夕張メロン。そう、多分2期とか4期とかそっちじゃないか。そのラベル。フルーツブリューイング。うん、北海道ビール醸造株式会社。あ、北海道ビール。北海道小樽市。小樽。はい。で、いや、調べたら8万円とか出てくるでしょ。フルサービス8万円。で、エヴァーとか見ても7万円から。エヴァーで6万から7万ぐらい。私が買って6、7。香港も高いんすよ。往復。やっぱ香港も高い。香港も高いんすよ。いや、まあまあ航空券は全般に上がってるよね。上がってる。ね。もうめっちゃメロンでしかないよこれ。ごめん話全然飛ぶ。匂いが完全にこれ夕張メロンだよ。ジュースでしょこれ。ジュースで匂ってみ。ねやばい。これね、ただにさ切ったメロンここにあるだけだよねこの匂いね。そんなに。こうやってあ夕張メロン、このオレンジの果肉の夕張メロンをこうやって変わってるって感じ。まあでもオレンジ色がオレンジだもん。完全に完全に夕張メロンですよ。そう、確かにびっくりした。びっくりした。香りがメロンです。ビール成分が感じられません。こういう IPA の後だからまあありかな。ね、デザートビール的にダメでした。辛かった。辛いか。いやジュースだな。ジュースか。ジュースだな。これはジュースだな。そっか。はい、戻しましょう。ビール成分を感じないですね。5% あると思います。嘘だろ。前に初めて台湾の、パイコン、うん、2012年ぐらいだったと思うんだけど、行った時に4枚はしなかったと思うんだよね。乗る人が減ってるからさ、うん、しょうがないんだよ。いや増えてんじゃない今乗る人。いや増えて、いや燃料代が上がってる。いやそこまでじゃないでしょ。あ、そう、増えてっつっても、でも座席のあのシートマップ見たんですけど、席選択、うん、埋まってましたよ結構。え、でも元々の減らしてない？便数とか。ああ、そういうことと思いますけど。どうでしょうね。分からんけど。戻してるんじゃん。うん、まあね、よくわかんない。まあ。まあ。戻しやすい。高いっす。高いっす。高いです。高いっす。めちゃくちゃ高いです。うん、俺も香港こんなかかんのって思った。ああ、そういう感じなんだ。うん、うん、って思った。今高いよねやっぱりね。往復して。高いな。8、7とかって。高いなって思った。高いね。高い。うん、ね、ちょっとね、今どこ行くのもね、飛行機代が今全般で上がってるから、うん、それはしょうがないなー。ヨーロッパの30%からですよね。30、40。おかしいよね、やっぱりヨーロッパ。エコノミーだ。エコノミーとは。ね、いや、だから、まあ、ビジネスクラスとかってもめちゃくちゃなんでしょうね。50とか。いや、想像できないですね。100想像できないです。僕たち庶民には高嶺の花です。ちょっとね、ちょっと頑張ってとかレベルじゃないと思う。なくなったね。前はね、そうじゃなかったんだよね。まあ、ヨーロッパ15万円。高谷さん行ってたじゃない。2019年とか、ちょっと頑張れば行けたけど。だってエコノミー別に20万かかってないでしょ。まあ、20万かなかった。普通は20万。ヨーロッパ。あ、ヨーロッパ20万だから。エコノミーで20万かかってない。15万ぐらい。15、6万だったね。そっか。安い時行った時は10万円ぐらい入れたもんだって。あ、ちょっと前は。なので、まあ、社内社内ね。社内。辛い時代に。しゃあなし。
で何の話だっけ、台湾が誰、はい、何人行くんだっけって話と、はい、台湾の話だから台湾どういう感じなのかなと、はい、もう知った顔ばっかりで面白くないっていう話になってああそう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 、そ、それはまあかわいそうだなっていう感じだけど、手垢のついたそういうことじゃないじゃん。じゃあ台湾でも、まあ、パッと行ってきてパッと帰ってくる感じ、うん、台湾どっか寄って、うん、あ一応1日はプラスして観光ちょっとしよっかなって思ってるけど、ノープラン、うん、っていうか今まで俺一回も多分観光してない、台湾行った時、うん、あいや別に街中ちょっと出るとかはするよ、台南行かなかったっけ一回、あしたわ、ごめんごめんごめん全然してた、知ってるよね2019年の時になんかごめん全然してた、まあ観光はしてないだよ、でもあれも、うん、ああそうなんだ、結局そうなんだ、だから台南越えてもう南の端まで行ってただ滞在してるだけ、うんうんうん、ああそうなんだ、あ行って帰ってくるだけ、うんうん、別にどっか行くとかするわけじゃなく、うんうんうん、なんか有名な観光地とかはそんなに行ってないなっていう感じだね、全く全く、そう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 、まあ、そういうことね、まあ今だと、うん、そうなんですよ、今だ高田さんちょっと言ってたけど9分に行くのはめっちゃ良さそうって、そうそう9分とかね、なんか噂には聞くからさ俺も行ったことないけど、ね、行こうかなって気はしつつも、うん、でもバスで行くのだるいなっていう俺もいて、あそこバスなんですよ、バスバス、あそうなんだ、バスなんですよ、バスなんですよ、じゃあ誰か、まあ、それら博物館行くかとか、誰かに車で送ってもらうとか、ああなるほどね、行く人がいたらね、普通一緒に、確かにね、一緒に行く人とか、うん、確かにね、台湾の友達めっちゃいるでしょって、あの普通に台湾のパイコン系の台湾パイコンとかに来る、ああなんかそこまでして行きたいわけじゃないんだよな、ああなんかそういうのをお願いして行きたいって感じでもない、あ別にあそういうこと、まあ、まあ確かにね、それはそうだね、うん、そういう感じではない。そういうのはなんか悪いなってのか、どっちかっていうと立つかな、なんかまあ分からんじゃない、それはそういうんじゃない、まあツアーがあってバスがあったりしたら便利だなっていう感じで、あそうそうそうそれぐらい、それだからみんなで行くってなってて、あそれに俺もっつって行くぐらいのレベルか、はい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 、なるほど、わざわざね、じゃあ車で送ってってもらってね、そんな感じではないか、もう一人いれば行くんじゃないですか、高野さんと私ともう一人いれば、例えばね、うん、例えばまあなんか博物館もめっちゃいいとかいうのは聞くんですけどね。ああそうなんだ、うん台湾。台湾の博物館はいいっていう。あそうなんだ。へえ。白菜となんだっけ？確認？そう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 。わかんない。全然何でかかってる。あ、そういうの知らない。そういうのあるんですよ。あそうなんだ。国宝が国宝が。ああそうなんだ。国宝があるんですよ。とか。あそっか。高野さんの方が一日長いとか。私が4日に出る。4日の夜に、月曜日の夜に撮るんですけど、はいはい、さんはあ私1日ずらして、あ1日ずらすのか、そうそうそう、はいはい、丸1日フリーにしたんで、うん、ああそうなんだ、あそう、高見さんと私は旅程共有してるからね、ノープラン、ノープランだね、ノープラン、ノープランだ、まだ早い、まあ、まあ高見さんコリあるから、まだ早い、そうそうそう、心が落ち着いてない全然、なんで？いやまずコリア韓国を超えないといけないから、あまあそうそうそう。準備は一応したけど、まあ、まだまだトークの読み直ししてないからな、読み直しとかそういう感じ、はいはい、ちゃんとやらないと、ね、練習会とかネットでネタが久しぶりに喋るから、ああそうなの、あのストラクチャルパターンマッチングなので、パターンマッチング、あ結構前の話なので、うん、ちょっと別に内容は覚えてるんですけどね、ちゃんとやらないと、うん、うんうんうん、そういうことかって感じですね、今日でもちょっとチャット欄盛り上がんないね、うん、まあまあ皆さんまったり、ね、まったりまったり見ながらって感じかな、うん、まあもしあのだったらそろそろ閉めますか、そろそろ閉めてもいいかなっていう感じ、名古屋もあるしね、名古屋もあるしねっていう感じですけど、どうですか、閉めますか今日は、大丈夫じゃないですか、だからコメントも特に来てないし、うん、はい、かな、じゃあ今月もだらだらと皆さんお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、また来月は、先ほど言いましたが、9月の2週目が8日なんだ。8、8。8日なのかな、はい、金曜日なんです。そう。はい。8日にちょっとします。今ちょっと話した通り、高野さんとか他何人かも台湾のパイコン、うん、台湾に。そうそうそう。台湾と丸かぶりなんで。丸かぶりなんで。その台湾の関係もあって一周ずらすと、ね、そうですね、台湾から中継はちょっと難しいんで、さすがにそうっすね、中継2人寺田さんしかここにいない、はい、そうですね、はい、
しかも始まってないからね。そうですね。あ、飲み行くんで。飲みに。あ、そういう感じか。飲み行くんで。飲み行くんでってタイミングなんで絶対。まあまあそうですね。きつい。さすがに。はい。まあ来月も翌朝連、翌朝移動っていうのが私は決まってしまっていて。あ、そうなんですか。はい。まあ田村さんはご存知のね、あのイベントに行くんですけど、国内ですね。はい。香川に行くんですけど。はいはい、あ、そっか。なので私的には1週目が本当は嬉しいんだけど、はい、そしたら前乗りしてとか思ったんだけど、まあこれがねあるんで。すみません。いや大丈夫ですよ。はい、あの国内のね、こっちはこっちは国内の。めんごはいはいわからない。はい、めんご。俺はさすがに前乗りしないと無理なんで。そうですね。そうですね。すみません。はい、翌朝行くわけにいかないですね。うん、はい、翌朝行ったらまあ顔バレ途中から参加になっちゃって。なんで、あの、はい、深夜便で。はいはい、ということで、はい、大丈夫ですね、はいではい、なんですけど、ちょっと、はい、でもそういう意味でね、あのコロナ禍に始まったこのイベントだけど、だんだんリアルも増えてきて、忙しくなってきちゃって、そうリアルイベント出てきたからね、そうリアルイベントで移動しなきゃいけないっていうのがね、そうなんだよね、それがないからっていうんで、これが始まってたんですけど、確かに継続性は危ぶまれるね、はい、金曜日厳しくなってきたね。っていう可能性も、はいはい、あ、もともとがね、もともとがそういうの、まあみんなそういうの暇だったし、そうや、なんもないからね、なんもないしね、だからみんなも忙しくなって見てくれないんじゃないかっていう、ね、確かにな、うん、ちょっとね、金曜日なんか飲むよねみたいなね、はい、まあちょっと、確かに何かですね、あのまた別のこと考えてもいいかなと思いつつも、確かに確かに、はい、ちょっとまあいろいろ変わってきて、録画したいって流すみたいな、そっち。そっち、まあ、それもありですね。はい。はい、まあ、はい、そういうことでいろいろ、まあ、ニュースを伝えしたりいろいろできてるのすごく嬉しいし、こうやって飲んで、はい、あのザクマに話せるのもすごい楽しいんで。はい。ということで、また来月お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。おやすみなさい。See you next month.